はい、皆さんこんにちは、レク青年講師の岩崎俊雄です。司法試験、2016年入門講座岩崎クラス刑法、第1回目のユニット1すなわち前半、チャプター1のチャプター3始めたいと思います。はい、まずチャプター1ですね。罪刑法定主義および犯罪論争論というテーマになります。はい、でまあテキストのページはですね、1ページ一番最初ですね、1ページ、はい、そこからですね、まあちょっと厚手になりますけれども、32ページ全体終わるまでという塊を予定することになります。でまあ、早速テキストを、まあ、画面上移しますけれどもね、まあ、今回第1回ということでね、板書をちょっと出しておきました。私めったに板書を出さないってことなんで、あんのなんていうふうに思う方もいらっしゃると思いますので、そういう方は一旦ちょっと停止してですね、配布物確認してください。はい、でまあ板書の2ページ目ラストページになってますけども、まあ、そこのところでですね、画面上テキストの書き込みや色塗り等の判例というものを挙げておきました。まあ、第1回以降前回同じですよということなんですね。で、まあ、憲法もすでに主張の方ね、憲法の時と基本的に一緒なんですけれどもね、まあ、ちょっとあの憲法をやってみてね、画面上ちょっと色皆さん見にくいんじゃないかなというふうに思ったところを少し改良しました。でそれは、具体的にはですね、いわゆる論点部分、そういったところを説明するときってことなんですけれども、まあこの板書のラストページ2ページ、そこのところの、まあ黒ぼっちっていう数え方をすると、黒ぼっちの上から1、2、3、4、5行目ですね、黄色塗りつぶし、車体と、で解釈論上の主張で、推奨時節だけれども反判例というね、そういったところを挙げておいたということです。で中の1書いておきましたように憲法と違うところですということですね。まあなぜな印で桃色は画面上見にくかったと思いますからということなんですね。まあ皆さんの画面のですね濃さ薄さ、そういったものにもよろうかと思うんですけれども、まあ、薄めに設定してもちょっと桃色見にくいかなっていうところはあるので、まあ、黄色塗りつぶしにした上でね、車体という形で皆さんにアピールするということにしましたよということであります。はい、あとはそうそう変わるもんじゃありませんので、全体ざっとですね、見といてくださいということになります。さあ、それでは、具体的に話に入ろうということです。テキストの1ページ目ですね。はい。まあ、第1編序論第1章刑法学習上の注意点ということで、挙げときましたけれども、全体構造編の復習という場所になります。だから、まあ、第2章も同じと。ということで、基本的には1、2、3、そうですね、4ページ、はい、まあそこのところまでね、ずっといいんじゃないですかっていう感じです。で4ページ第3章刑法の基本理念、第1節罪刑法定主義というところがありますけれども、まあ、ここも書き込みといったように全体構成の復習ですよという場所になります。でまあ5ページのところに、罪刑法定主義の派生原理と上がっておりまして、まあ、これはもう一度しっかりと覚え直してねということです。でまずその中身の一つとして訴求処罰の禁止ということについてということですね。はい、まあこれは意味を確認してくれれば良いということで、まあ平成8年の判例とか上がってますけれども、発展印で書いてあるようにということなので、まあ、基本的には担当の直前でも見といてねという感じなんで、スキップします。で6ページ第2巻ですね、慣習刑法の禁止ということです。まあ、これも覚えておいてください、覚え直してくださいということです。特に2番のところに書いてありますけれども、ですね、構成要件の解釈をするときに慣習を一つの手がかりにする。この話は別ですよということなんですね。保護責任者遺棄罪という犯罪がありまして、どういう人が保護責任を負うことになるのかと。でどういう場合に保護責任を負うことになるのか。そういうことについてはですね、慣習なども手がかりに決めていきますよと。いうことであります。それから水に関する犯罪というのが火に関する犯罪のグループと同じ近所にありましてね、その中にですね火に関する犯罪とは違って水に関する犯罪特有なものとしてね
水に関する利益ってものを妨害するという水利妨害罪ってのがあるんですね。火に関する利益を守る、そういう犯罪は日本にないです。で、水利妨害罪における水利権っていうものは一般的に干渉を手がかりに決めていくよというのがごとくで、干渉刑法の禁止っていうのはですね、直接の犯罪刑罰の根拠条文にならないということだってことを再確認しておいてください。続いて第3課の類推解釈の禁止ってことですね。まあこれも重要なことで、ありますけれども、ざっと見ていって発展マークは担当用でってことでスキップします。で、次に第4課、明確性の原則ということでありますね。はい、これはね、すでに憲法を学習してるんでね、で、まあ、発展マークの中に入ってるのは、これは刑法的には担当直前に見てはいいよっていう程度の重要度なんだけれども、8ページのところにですね、憲法でやった徳島市公安条例事件の最高裁大法廷判決、まあ、これが上がってるわけですね。で、青文字、じらっとこうご覧になってってことで、ああ、そうかそうかと、刑法でも担当で出される可能性あるんだね、というふうに思っててください。はい、続きまして9ページですね、第5課、刑罰法規適正の原則ということであります。はい、定めさえすればいいということではなくてですね、内容が適正でなければいけないよということでありますね。で、罪刑均衡、それから絶対的不適刑の禁止というものです。絶対的というのはどういうことかというとですね、何に関してものを 刑に処するとかですね、どんな刑か全然わからないとか、それから懲役に処すると、刑の種類だけわかるけれどもですね、無期なのか15年なのかですね、5年なのか、それとも一切わからないというようなことでありますよね。そう思ってください。ちなみに相対的不適刑となりましてですね、何年以上何年以下とかね、そういうものでありまして、まあ、現行の懲役に関するもの、そういったものはですね、ほとんどが相対的な不適刑であります。はい、次に法益法の原則、はい、これは全体構造編の復習ですね。責任主義、これも全体構造編の復習ですねということになります。で、第2巻の1番、全体構造でも強調しましたけれども、この1番を普通責任主義って言った時にはピッと思い出すと、あ、失礼、あの2番の方ですね、ごめんなさい、はい、2番をふっと思い出すというにしてください。で、1番は個人主義という考え方が定着している世界においてはですね、当然のことを言うわけでありましてね、団体が刑事責任を負うということはないわけであります。はい、なら責任主義ってことを見たならば2番の方をふっと思い出すというにしてくださいということですね。続きまして第4章、主観主義と客観主義という言葉です。はい、これは刑法と学習するときにですね、まあ一人で本を読んでたりすると、まあ最初のうちにですね、難しい観念的な言葉がいっぱい並んでて、その中にこの客観主義、主観主義という言葉が散々いろんな意味合いで出てくるんですね、ということです。はい、で、まあ初めにということでいろんな意味で出てくるよと、しばしば使用されるということなんかはまさにここにも書いてありますね、ということです。で、まあ一番多く使えるだろう、あるいは伝統的に重要な言葉、それはですね、まあ2番のところのね、丸の1のところにある A 対 B のこの対立ね。で、歴史的にはですね、客観主義刑法と言われているもの、すなわち性格であるとか心理状態であるとかってことよりもですね、人が死んだじゃないかとかですね、そういった客観的な要素を重視する考え方、まあそういったものであります。で、これは今日でも通説です。で、そうではなくてですね、まあ、例えば資本主義の矛盾によってですね、物を盗まなければ食っていけないというですね、盗まざるを得ないような階級があるじゃないかと、階層があるじゃないかと、はい、そういうことなのでですね、従って、その盗んだからほら法益を侵害しただろうということではですね、万人を納得できるようなものではもうなくなってるんだという考え方でありますね。はい、で、まあ、そしてですね、刑罰というものはね、そういった社会における必然悪現象なんであって、そこから社会を防衛するための刑法があるんだよと考えまして、そうするとそのようなですね、処罰って形で一つの、まあ、社会政策的な処遇とでも言えばいいでしょう。処遇に適するような人であるかどうかが重要だよっていうような形で、人に着目した考え方が自分たちが近代派だってことで呼んできた。それが近代派っていうゆえんなんですね。で、彼らはそれまでの考え方を古典派古典派としてですね、非難したんですね。で、まあ、しかしそれはおかしいじゃないかと、いかに資本主義の矛盾といえどもね、盗まざるを得ないからってな形で犯罪ってものをですね、法律侵害ってことから抜きにしてね、あるいはそれを軽視してね、それはおかしいということで今でも古典派通説ですと、はい、このことを称して客観主義刑法だ、客観主義刑法だという場合が一番多いんだよということぐらいは覚えておいてください。はい、
続きまして第5章刑法の適用範囲なんですけども、ここはですね、担当用の場所ということでありましてね、まあ第5章全体をもう発展マークでくくっちゃいましたということになります。はい、まあ誕生直前に見るようにしてください。でまあスキップします。18ページまでですね。18ページに第2編犯罪論争論ということであります。でこの犯罪論争論のところも基本的には全体構造編の復習だよということになります。はい、処罰根拠というものについてでありますけれども、在期法定審議から出てくる形式的処罰根拠としてですね、構成要件というものを重視しますよということ、それからですね、実際の処罰根拠としては悪いことだ、そして悪い要素をあなた持っていたからだというですね、違法性責任ということであるぞということで、この違法性ということについてはですね、弾頭刑と平野刑の対立軸その1ということを思い出してもらいたいということであります。はい、法令侵害と判断される結果である事実を重視するという結果無価値論、結果というものがこの社会において価値のないものとして否定されるべきものなんだという議論、結果無価値論ということですね。でこういう無価値論というのはですね、単なる結果無価値のみならずこういう無価値をもという考え方であるということを思い出してください。まあしばらく数チャプター後にですね、規制犯の違法性阻却事由ということを検討する、そうなった時に再び話題になります。はい、でまあ学派の争いということなんですけどもですね、古典派の内部で前期古典派と言っているものがですね、結果無価値論的な考え方で、まあ特に、新生民衆者で法科大学院に入る人などは一生懸命基本書しか与えるものがないので読んだりするわけで、ちょっと平野先生とか山口先生とか前田先生という名前の先生は結果無価値論であります。で新生民主者の方はね、入門を受けてない方はね、これはどういう系統かもわけも分からずですね、先生がおすすめする本をゼロから読むしかないんですね。で読んでみて一生懸命その説を信奉していてね、で実は現在では少数有力説に過ぎないよとかね、そういったことはですね、1年後に寄修者に進学した時に分かるとかね、そういうことが存外あるもんなんですよ。だから入門中にね、まあセブンサミットテキストページ数が多いと思うかもしれませんけれどもですね、メリハリはつけておりますし、で刑法は特にですね、大きな理論的な系統ってものをですね、2種類について脳裏並みで勉強していくということを入り口でやっておくとですね、これは変な矛盾するような動画は書かなくて済むようになるし、あるいは刑法の担当式の問題で考えさせる問題が出た時もですね、何でもかんでも学説を覚えて臨むというんじゃなくてですね、まさに現場で考えればついていけるという自属を自属の地面の地の字の力というのを持ってくれていいと思うんですけども、そういうのがつきます。で、こういう無価値論はですね、弾頭先生、大塚先生、川端先生とかね、そういうような先生の名前が出てきたらばそうなんだと。いうことだと思ってください。はい、責任の本質についての争いってことは、これはですね、実はこの前期古典派後期古典派ともに古典派だよってことでね、はい、これまた責任の本質で話題にしますけれども、責任とは非難であると、そういうのは犯罪をしなくてもですね、幸せ追求できるじゃないかと、何もかかわらずお前はってことで非難されるんだよという非難であるという考え方ですね。はい、続いて構成要件該当性ということです。はい、あらかじめ法律で規定されたその枠をですね、構成要件、構成要件とそう呼んでおります。で、実際の処罰根拠あるものを法律化するわけでありまして、そうでなければですね、適正な内容の刑罰法規にならないわけですから、なら実際処罰根拠を累計したものが構成要件だと、そう思ってて構いませんということであります。さて早速本論編の中身でこういった堅苦しい理屈っぽい話になるわけですけども、硬い構成要件論と柔らかい構成要件論とでも称すべきものがあって、これは弾頭刑と平野刑の対立軸のその2ですよということであります。はい、まあこれはですね、その硬いというのはガッチンガッチンのがんじがらめのみたいな雰囲気なんですね。柔らかいというのはそうではないってことの雰囲気なんですよ。で、硬い構成要件論との H、T、H、T、B とこう書いてますけどもね、ハードで T、B というのはタートベシタントというドイツ語の略なんですね。だからハードなタートベシタント、ハート T、B、H、T、B、
ハテベ、まあ、そのように略することにします。でソフトなタートベシタント理論 STB というふうに訳することにしますということを挙げておきました。はい。でまあ弾道系の多くは硬い交際圏論で、平野系の多くは柔らかい交際圏論で、反連の体制はですね、高位無価値論であって柔らかい交際圏論であるよということ、これは覚えておいてください。で交際圏っていう議論に入ったところ、実行行為ってことを話題にするところ、まあ、すなわちですね、次のチャプターのところでね、もう少しまた詳しく中身を突っ込むということになるので、まあ判例の体制は小有無価値論であって柔らかい構成要件論だってこと、小有無価値論弾道系なんですね、柔らかい構成要件論平野系なんですね、だけども判例は小有無価値論であって柔らかい構成要件論だろうということであります。でよくですね、その受験の先輩方がですね、高有無価値論、高有無価値論と呼んでるもの、それはですね、高有無価値論プラス硬い構成要件論のことをですね、まあ知らないうちにニックネームで構成要件論という呼ぶが習わしに身についちゃったという場合が多いです。私は理屈っぽい刑法においてですね、そういった曖昧なニックネームっていうものは理解の妨げになるというふうに思ってますので、こういう無価値論ということと硬い構成要件論ということとは別扱いとしてちゃんと説明します。はい。続いて第2章、犯罪論の体系ということでありますね。はい。まず処罰根拠との関係なんですけれどもですね、そのある行為に対して刑罰を科するわけで、その処罰の根拠というものが結局違法で有責でかつ構成的に該当しているからだということなんですね。どうでしょうか。はい。まあ、原因結果という言い方をしてもらっても構いませんということであります。で次に体系的にどういうふうに組み立てていくのかという犯罪論の体系そのものということでありますね。はい。まあ、裁判においてですね、無駄な時間の浪費にならないようにと、で時間の浪費ってことはとりわけ刑事裁判においてはですね、被告人としてさまざまな拘束をされてしまうですね、一般市民の人権というものを無駄に侵害しないようにと、無駄に制約しないようにということとイコールになるわけね。はい。したがってですね、まず形式的かつ類型的な判断が可能な拘束該当性を判断します。被告人は年月日、誰それに対してですね、ナイフでその同人の胸を刺し同人を殺したものであるという起訴状なのにね、それなのに死んだのが実は豚だったとかね、犬だったとかね、そういうことは、はい、もう一発で無罪なんですね、というのがごとしであります。だから形式的かつ類型的な判断が可能な拘束権該当性をまず真っ先に判断するというのが体系です。次にですね、個別具体的な判断に入るわけですけれども、心の中身をですね、様々な証言とかいろんなものによって、認定していくってことよりも、心の中身でないものの方が比較的犯罪の痕跡残ったりしますのでね、まあ、従いましてですね、その違法性の判断をしますよということです。行為者ってものから切り離してですね、その行為というものをただ観察するので、まあ、従ってですね、その構成要件該当性の判断ほど一発で判断しやすいよっていうものではないけれども、心の中身を見るまでよりは判断しやすいということなんで2番目に観察します。最後にようやく心の中身等についてまで踏み込んでいきますよということになるわけですね。なら、この最初に構成要件該当性の判断で無罪になる人が出てくる、それから次に心の中身に入り込むまでもなく無罪になる人が出てくる、で最後に心の中身を踏み込んで無罪になる人も出てくるというね、無罪になる人が出やすい体系、そういうことだと頭の中ではっきりと理解しておいてください。よろしょうか。はい。次に第2巻、構成要件と犯罪類型ってものとは同じなのか違うのかという話であります。で通説たる三分説中の弾道系と平野系の対立軸の相違なんですよということなんですね。三分説っていうのはですね、構成要件、該当性、違法性、責任という3つの段階に分けて検討していく説というほどの意味内容であります。はい。で構成要件は違法行為類型であるというのがですね、平野系でありまして、で
この平野系ってことはですね、実は柔らかい構成要件論というものと非常に密接な関連を持っています。だから殺人罪という構成要件があってね、とで過失致死罪という構成要件があってね、というですね、心の中身まで見た上で構成要件を考えることはしないんですね。殺人罪という犯罪類型はあります。過失致死罪という犯罪類型はあります。しかし殺人罪も過失致死罪もですね、人に対して死ぬかもしれない危ない行為をした結果人が死んでですね、その行為と結果との恋愛関係があってという点においては共通だろうと。心の中身は最後に見る恋のところで、過失のところ責任のところで検討すればいいんだというのがですね、構成要件は違法行為類型であるという考え方なんですね。はい。それに対して弾道刑はですね、構成要件は違法行為類型にとどまるんじゃなくて有責行為類型でもあるというわけですね。殺人という犯罪類型と過失致死という犯罪類型で、殺人という犯罪類型の方が重と処罰されて叱るべきであろうと、現行法が重く定めているどうか言ってんじゃないんですよ。重く処罰されて叱るべきであろうという価値判断が働きます。でそれを類型化したのが199条殺人罪だというわけですね。でそうではなくて過失致死という軽く処罰されて叱るべきだろうという犯罪類型を類型化したのがですね、これが過失致死罪という構成要件だというふうに考えるわけね。そうすると同じ危ない行為をした死んだそれや関係あるということであっても、故意と過失によってですね、その法的な評価がガラッと違うんだということを強調するんですね、ということであります。はい。まあ、続きまして第3節として犯罪論の体系に関する学説の整理というのが上がってるんですけれども、これはまあ担当のとりわけ、考える問題素材になるかもしれないよぐらいなことと、あとはまあ知識として使うさまざまなですね、専門的な概念、そういったもの、それを見ているところでありますのでですね、第3節全体ね、はい、これは発展マークでくくってしまいました。はい。それではスキップして31ページまで行くことにしましょう。はい、テキスト31ページの第4節ですね、形式的犯罪論と自主的犯罪論ということであります。まあ、これは弾道刑と平野刑の対立軸のその3ということでありましてですね、これはハードテーベソフトテーベと関連性はあります。で弾道刑のですね、大きな特徴、これはですね、実行行為という概念をですね、はい、CF 概念の相対化と書いておきました。法律概念は全て相対的なんですね。よいでしょうか。例えば憲法でですね、何条の主権はアルファって意味ですよと、何条の主権はベータで意味ですよと、これ当たり前のことなんですね。だからこの弾道刑の大きな特徴はですね、刑法の中で使う、刑法理論、議論の中で使っていく、自己行為という4文字概念だけは、アルファという中身以外の何者でも絶対ないという形で、自己行為概念だけを絶対化するんですね。で、そのことによってですね、内実を含めようという形で概念がもやーっとこう柔らかくなってしまうことによってですね、本来処罰しなくていい人を処罰するようになっていくのに歯止めをかけようという形で人権保障を図ろうとするんです。これが実行行為の絶対化という特徴です。はい。で、その実行行為という概念を絶対化しますので、まあ、例えば話がですね、正犯とは実行行為を行うものであるとかですね、あるいは未遂になるというのは実行行為をしたかどうかであってとかですね、そこで使う実行行為という概念はもうアルファという中身としてガッキーンと形式的に固めちゃうわけ。もうコンクリートのような理論なんです。弾道先生の本の端書きのところにですね、強固な理論って言葉が出てきましてね、そのこと自体が人権保障になるんだってことを力説されてるんですね。はい、そういう考え方です。でそれに対しましてですね、はい、まあ、平野先生の考え方、平野系、これは実質的犯罪論ということで、自己概念も他の法律概念と同様に相対的な概念ですよと。例えば共同正犯、共同した犯罪を実行したものだっていう、実行って言葉は60条にある。そこでいう実行という概念と、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかったという未遂処罰の43条本部にある実行という概念は、憲法のある条文の主権概念はアルファだ、他の条文の主権概念はベータだ。それと同じようにですね、それぞれの条文の趣旨に基づいて考えていって、アルファ、ベータって中身が決まってくるんだという考え方なんですね。
はい、その方がですね、弾力的で趣旨に合ったですね、その納得的な議論ができる。その実質的な処罰根拠で市民に、ああ、なるほどと納得させることの方がかえって事業所になる。そういう考え方なんですよ。っていうのを持ってください。はい。で、まあ、第5節として、弾道系統避難の共有部本社の立場ということなんでありますけれどもね。はい。まあ、弾道説の柱というものですね。はい。これはですね、主観面をも重要な要素とするところの犯罪類型重視の構成権利論、すなわちハードテーブルなんですね。それから人間的雇用無価値論っていうのはですね、これは単なる結果無価値のみならず雇用無価値をもっていうのを人間的雇用無価値論と、そう呼びます。それから、あまり受験上の論点に関わる部分が少ないんだけれどもですね、責任の本質はですね、その規範に直面してですね、それをに反する行動を取るという人格態度にあるんだというですね、人格責任論なんですね。で、まあ、実国概念の絶対性を中核とする強固な形式論、そういうものであります。批判説の柱はですね、客観的要素重視の構成要件論、すなわち主観面をも重要な要素とする構成要件という犯罪の考え方をしないんですね。ソフトテーベイです。それからいわゆる結果無価値論です。それからですね、行動に出た意思を非難するんだという人格態度じゃなくて意思だという責任論、それから実質的処罰根拠重視の実施論ということなんですね。で、まあ判例の体制はですね、ソフトテーベイでいわゆる人間的雇用無価値論で意思責任論で実質的処罰根拠重視の実施論であります。で、本書はですね、まず上述の順番としては通説、かつての通説の弾道系ではなくてですね、もうそろそろ今日の通説と表して良い平野系によっているということであります。すなわちソフトテーベイで上述の順序を展開してますよということであります。はい、そのことをここで言っておきましょう。ちなみに、まあ、これまた、今日、他大学院でですね、入学試験も昔に比べばそんなに難関ではないっていう大学院が増えてきちゃった。志望者の人数との関係でね。それから、新生未就者、その人はですね、法科大学に入ってから1年間でですね、全ての基礎をしっかりと勉強するってことは結局基本書を読め読め読めというですね、読書中心に結構ほったらかされる、放置されるという形になる。まあ、そんな状況のもとでね、刑法という理屈っぽい科目において基本的な系統というものを全く意識しないままですね、司法試験受験まで行っちゃったという人がものすごく多いんですね。で、まあ、私が弾道系だ平野系だというとですね、何をなんか独特なこと言ってんだろうと、この無価値論結果無価値論だろうとかね、そういうことでですね、よく刑法を深く勉強してない人がですね、下り顔で批判したりする場合が多いんですよ。私が勝手に言ってんじゃないよということで、明日質問のところにはですね、ちょっとした抜粋を書いておきましたということなんで見ておいてください。よいしょうか。はい、さあ、それでは次のチャプターへと移るということにしましょう。はい、次のチャプターはチャプター2になります。はい、チャプター2はですね、既遂犯の構成権該当性のその1としまして、実行行為のその1、すなわち不作違反というものを学習しようというタイトルになります。で、テキストのページはですね、33ページ。はい、まあ、その初めからですね、終わりは45ページの中ほどよりちょっと下の第3巻の直前までという塊になります。で、早速ですが、テキスト33ページ、はい、第3編単独犯という編ですね。まあ、この単独犯という編がですね、非常に長く続きましてね、チャプター35までね、第6回の後半までという形になっております。で、この第3編が基本中の基本になりましてですね、そして次に第4編の共犯という世界に進んでいくということになっていきます。で、まず単独犯についてということですけども、まあ、山口説ソフトテーベイによる故意犯の構造というものね、本書は判例と同じ考え方で組み立てておりますのでですね、ソフトテーベを先に挙げておきました。
はい。で、まあ、故意犯、例えば殺人罪、それを例にしようということですね。で、まず主体がですね、犯罪主体に、認められるものにちゃんとなっているか、まあ、検察官この点を誤って起訴するなんてことはまず普通ありません。次に行為がですね、どうなのかということを見ていくと、殺人罪でいうところに人を殺したに当たるかどうか、これを見ていくということですね。で、次に結果の発生、殺人罪でいうところに人を殺したという結果が発生したか、これを見ていきます。それから4番目にですね、行為と結果の因果関係ですね、これを見ていきますということですね。やはり行為をしたものに結果に対する責任を負わせるということは合意的でありますので、因果関係、これを見ていくということです。だから、まあ、丸234はですね、条文で言うと人を殺したに当たるかを全部見ている場所だということになりますよと。で、極めて例外的に主観的構成要求を見る場合も例外的にあったりします。例えば行使の目的を持って通貨を偽造したとかですね、そういったような形で通貨偽造罪とか文書偽造罪とかね、行使の目的ってものが要件になってたりすると、そういう場合がありますよということです。はい。で、行為のところに不作違反と関係性が上がっているのはですね、まあ、ナイフで胸を刺した、どうでしょうなんてことは、どうでしょうって言ったって、女ものを殺すことに決まってらと。決まってらでありますので、裁判で議論にならないんですね。だから、この不作違反とか関係性違反と言われているものを主に議論しますよっていう意味で上がってます。はい。で、控訴要求に該当したっていう場合にはですね、例外的に法でないという事情があるかどうか、これを見ていきますよってことです。で、例外的に法でないっていう事情ですね、それが、あるかないかということを見ていきまして、そういうような事情があればですね、ストーンと跳ねられまして故意犯の犯罪が成立になるわけですね。で、そういうような例外的な事情がないということになるとですね、今度は非難されてしかるべきだけの事情がちゃんとあるかどうかということを見ていくことになりますよということです。で、この故意っていうのを二文字がここに黄色に写されるのはですね、ソフトテーブルでありますので、はい、最初の構成分けの段階で故意ってことは一言も間入りしませんということであります。はい。で、非難されても仕方がないだけの事情が全部備わっているということになると、故意の既遂犯が成立しますよということになるわけですね。まあ、そう思ってください。はい。で、最後の責任のところでね、故意はないけど過失があるよとかね、そうなるとですね、過失致死罪になっていくんですね。過失致死罪という犯罪類型を構成要件にするというハードテーブルじゃありませんので、過失致死罪を検討するときに最初から、はい、過失致死罪の主体、行為、結果、因果関係とかね、そういう議論はしません。責任のところで声がないってことになって、過失があるよってことになれば過失致死になったりします。そういう流れです。段取りの場合には違うわけでね、はい。まあ、本書の基本的な立場とは違うので詳しく塗りつぶしてありませんけれども、丸の4のところに構成的故意って言葉がありますよね。故意ってものを構成要件の段階で議論しますし、責任の段階でもですね、はい、ここに、はい、責任要素としての故意って言葉があるでしょ。はい、ダブルで議論します。2段階に分けて議論します。それから基本的構成要件って言葉が大好きです。自己行為概念の絶対化をします。はい、自己行為とは何ぞや、形式的犯罪論でガチンガチのコンクリートな犯罪論を組み立てていきますので、自己行為とは基本的構成要件に該当する行為であるっていう感じでアルファの中身を固定化するんですね。はい。で、基本的構成要件って言葉を使います。まあ、平野家、それから、判例もそうです。基本的構成要件という言葉は通常使いません。ただ構成要件は構成要件です。はい。続きまして35ページ第1章、既遂犯の構成要件該当性ということでありますね。はい。まず最初に基本的構成要件という言葉、これが出てくるわけでありますけども、はい。すでにもう事実上説明済みなんですね。基本的構成要件という言葉は、ハードテーブルが特別の思いを込めて用いるんです。すなわち絶対的概念であるところの実行行為、これは基本的構成に該当する行為だということでありますから、絶対的な概念である実行行為概念の内容をなす基本的構成権概念も絶対的であってですね、ガチンガチンのコンクリートのような概念なんですよということなんですってことは分かっておきましょう。はい。で、次に構成権該当性の判断、まず行為を見て結果を見てですね、そして因果関係を見て、で、まあ偽造罪のような内心も要素になっていれば最後に内心を見るという形をしますよということです。だから実行行為、結果発生、因果関係、主観的構成要件要素の順、
これはハードテーブルだろうがソフトテーブルだろうが共通です。ではそこでまず実行行為というものについて見ていこうじゃないか。これは第一節なんですね。でまず実行行為の意義についての初めにというところなんですけども、はい、まあ、ハードテーブルだと特別な思いを込めるということになるわけですけども、まあソフトテーブルでしかも実質論重視の犯罪論でという判例の体制、それでいきますので、そうするとですね、実行行為とは基本的工作に該当する行為である、はい以上終わりっていうね、そういった感じ形式的な定義づけで満足しないでね、実行行為とは工作に該当する行為ととりあえず言っとくけれども、良い適的には構成要件の予想する法侵害ジャッキの直接的現実的危険性を含む行為であると、構成要件の予想する法侵害という結果を引き起こすという危険性を含んでいる行為だよと、現実的危険性だよと、あいつ死んでやれと思いながらですね、思いを込めてですね酒飲んでるとかね、それだけではですね現実的危険性はまだないよということなんですね。直接的ってことはどういうことかと、あいつ殺してやると言っていてですね、なんかいい武器ないかと言ってる人にこれ使いなとか言ってですね武器を渡す、そうするとそれは間接的な危険性を含んでいる行為に過ぎない。でその武器持ってピストルだったならば引き金引く、これはまさに直接的だ、そういう感じなんですね。だから構成要件に該当する行為であり、より実質的には構成要件に予想する法侵害ジャッキの直接現実的危険性を含む行為であると、これはねお題目のように早めに覚えた方がいいです。でこの直接的とか現実的って言葉が入っていることの意味は今説明したんで、まあ、とにかくもう結論的に覚えちゃった方が早いですと、そう思ってください。はい。でまあ実行行為というものの重要性でありますね。これはもちろん非常に重要だということになります。これがなければですね、あいつ死んでやれというふうにですね思いながら酒飲んでるだけではね、およそ犯罪にならないということになるわけでありますんでね。で、あらゆる犯罪、あらゆる構成要件、それに共通なものがですね、行為であるという行為なんですね。はい。で、刑法の世界で行為ってものは非常に重要だと言われるわけですけども、まず人の行為でなければならないという意味において重要であります。犬がワンと吠えたとかですね、それでびっくりしてですね、川の中を怒っちゃった人がいてですね、溺れ死んじゃったとかね、犬がワンと吠えただけですから、それは犯罪にはなりようがないということになります。でさて刑法の世界で行為という概念がどんな働きを持っているかということでありますね、はい、まあ、いろんな括弧1のタイトルとか2のタイトルとか3のタイトルとか言われたりするので話が分かりにくくなる。で申請未就者の人がですね読んどけと言われてですね基本書を読んで一番最初でわけの分かんないことをいっぱい書いてあるんで刑法やんなっちゃうという感じのものでありまして、括弧1番2番3番のタイトルそのものはですね一生懸命覚えとしなくていいんです。で、括弧1に書いてある中身ですね。犯罪は行為である。行為でないものはおよそ犯罪ではない。そういった意味で重要だよというものが一つ。これもしっかりと覚えてください。それから、人の単なる反射運動や内心の意思とか思想などは、初めから犯罪概念の外に置くという働きを持っているよということなんですね。犯罪は行為であるってこととね、行為でなければ犯罪でないってことは一つのメタルの表裏でありましてですね。はい。だから、いやちょっと思ってただけだよ、あそれじゃあもう一切捜査にも入らないという感じで終わりという感じなんですね。はい。次に3番なんでありますけれどもですね、これは例えばですね、犯罪とは構成要件に該当する違法有責な行為であるとか言ってですね、違法な行為である、有責な行為である、構成要件に該当する行為であるって形でね、全ての処罰根拠をですね統合する機能を持っているよねってほどの意味内容なんですよ。でここに昔的な判断って言葉が出てくるでしょう。刑法の議論でよく使う言葉なんですね。昔的っていうのはですね、人にとって価値のないってことの意味、まあ、セミイコールで有害なって書いておきました。それほどの意味なんですよ。そういうの持ってください。まあ刑法の理論的な発展、それは近代刑法についてはドイツから学んだ部分が非常に多くてね、ドイツっていうのは非常に概念操作を得意とするですね、そういった言語あるいは思想、そういったものが伝統としてあるわけでね、その言葉を直訳したりしてたもんですから非常に分かりにくいということなんですけども、まあこれほどの意味ですよということであります。はい。でこういうのに関する学説いろいろとあるんですけども、まあこれはですね、ひょっとしたら担当管理総裁であるというぐらいでありまして、発展マークでくくっておりますのでスキップしてしまうことにしましょう。はい。で次にということで、このページは38ページですね、はい、38ページの3番であります。
実行行為には様々な対応があり得るよというふうに理解されているわけでありますけれども、まあその中でですね、問題となるものはこんな問題よということです。で、丸1と丸2を説明しますよということですね。丸の4、不能犯と言われているものがあって、不能犯って犯罪じゃないんですよ。不能犯であって犯罪ではないっていう時に使う言葉が不能犯ってことなんですね。そういうことで、砂糖で人殺してやろうと思ってですね、砂糖をしこたま飲ませたんだけど死ななかったとかね、殺人未遂にはしないよなんて議論があるんですね。これは結局未遂との区別なんで未遂犯で勉強します。それから本書はソフトテーベでありますので、丸の3ですねとか丸の5ですね、そういったものは責任論のところで初めて話題にします。丸の3って何なんだと思うかもしれませんが、今のところ知らなくて結構です。よいでしょうか。責任論で議論するときに原因の手順のこういった言葉の意味を説明から入ります。だからまあこの実行行為というところではですね、結局不作為犯というものと完成性犯というものね、この2つを主に議論しますよということになります。では早速39ページ第2巻不作為犯というものについてでありますね。はい、まあ第2巻はですね、全体が問題の所在含みの場所であるというふうに思ってください。まず初めにっていうところは概念ですね。はい、申請不作為犯、不申請不作為犯という言葉があります。私時々申請未就者って言葉を使うでしょう。だから本物の未就者って意味なんですよ。で、不申請未就者っているのかということなんですけども、法学部に席を置いて卒業はしたんだけれどもね、まあクラブ活動ばっかりやっていてとかですね、しかし要領よくてね、定期試験だけはちゃんとパスして単位も取ったとかね、そういう人はですね、本物の寄収者じゃないんで、まあ不申請寄収者ということになりますね。で、その人がですね、未就者コースに本科大学で入学したりすると、まあ身分は未就者の1年生ってことの1回生ってことになるんだけれども、実は不申請未就者ですねっていうね、そういう感じになるわけだから、申請っていうのはですね本物の、不申請っていうのはまがいものっていうほどの意味内容なんですよ。まあそう思ってください。はい、それでね、はい、刑法で使う概念は正確にってことで、正確にすると申請不作為犯というのはですね、不作為の形で条文が規定されているというもの場合のことを言います。で、具体例挙がっています。まあ中でも使う可能性なら犯罪を見ましょうってことなんで、それを大文字にしておきました。保護責任者遺棄罪ということで218条後段がありますから、ちょっと条文見てください。218条後段ですね。まだ刑法のところ真っ白ですかね、手垢ついてないですね。はい、218ってのを探してみます。見つかりましたか。はい、条文見出しがついてますね。はい、218の前には保護責任者遺棄等をと上がっております。はい、218条、老年者、幼年者、身体障害者または病者を保護する責任のある者がこれらのものを遺棄したときは31条5年間懲役に処します。またはその生存に必要な保護をしなかったときは31条5年間懲役に処します。ここですね、その生存に必要な保護をしなかったという部分がありますでしょ。何よりもしないという不作為の形で条文が規定されているわけですね。これに該当する不作為犯を申請不作為犯と呼びますよということになります。はい、で次に申請不申請不作為犯ということで、まあ例えばこんなこと事例上がってますね。で、199条と上がっておりますね。はい、ちょっと前に遡って199条見てください。199の前に殺人というタイトルがあって、殺人第199条。人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処するということですね。人を殺したと、殺すという作為の形で条文が規定されているわけですね。で、しかし、自ら生きる力のない、そういった栄治にですね、その栄治ってものを生き、与えていくっていう形でですね、補助していく最も責任のある地位になるところのお母さんが、こんな子死んじまえって形でですね、ずっとおっぱいあげないでいた。で、死んじゃった。なんという場合ですね。この場合にはですね、いや、先ほどの218条、
まあ、幼年者を保護する責任のある者がその生存に必要な保護をしなかった。法定刑見ると3月以上5年以下で、最も多くてもせいぜい懲役5年ということだと。こんなんじゃ赤ちゃんなんか命守れないだろうと。でこれなんとか殺人にしようっていう理屈があるんですね。そうすると条文は作為の形なんだけれども、それで不作為がそれに当たるよってことなんで、不審性不作為判定型をします。専門家の先生の方にも時々出てくるんだけどもね、この異議のところでね、条文がじゃなくてですね、構成要件がっていう文字で使う先生が専門家の方にもいらっしゃるんですね。これは不正確ですよ。構成要件というのは条文文言を解釈した結果得られた関連検証、頭に出来上がった枠組みを指すわけであってね、いいですね、枠組みが作為だ、枠組みが作為だなんて枠組みなんかあるわけないんです。そう思ってください。殺人者の枠組みに当てはまると。その具体的な行動は作為だと。具体的な行動は不作為だ。いずれも改革を人を殺したり当たるということであってね。だからこの条文がっていうのはですね、これ正確なんですよ。いいですね。まあ、どうしても学生の先生読みたいってことでですね、もう衝動に駆られて絶対読みたいんだという人に読む方いらっしゃると思います。そういう方のために特に言っておきました。はい、問題点なんですね。はい。申請不作違反はですね、そんなに問題にならないんですね。はい、218条見てください。先ほど見ましたでしょう。老年者、幼年者、身体、障害者、または病者、保護する責任になる者が、という形で、どんな人の行動なのかというのがかなり限定されてるんですね。そして、その制度の必要な保護をしなかった。行為だけを見るとね、その制度の必要な保護をしなかったという文言だから、かなりのものがいっぱい入ってきそうに、こう、もやーっとはしてるんですね。だけども、老年者、幼年者、身体、障害者、または病者を持つ責任のある者が、という形で、これに該当する人々というのはですね、ちょっと近所のおじさんとかね、これ当たらないわけですから、かなり限定されてるんですね。だから、不必要に処罰範囲が広がって人権保障にならないんじゃないかっていう危惧は、そんな感じないんです。しかも法定刑も、3月以上5年間の懲役って形で、まあ、比較的軽微なんですね。だから、新作作違反は、そんな議論はしないんです。で、議論の中心はどうしても、不審性不作違反になりますよってことで、問題の所在色塗りつぶし、なんでありますね。はい。で、刑法の自由保障機能と法益保護の調和の観点からですね、不審性不作違反の成立範囲を限定する必要があると。これはもう定説なんです。じゃあ、どういうふうに限定しましょうかってことですね。それが2番、不審性不作違反の実行行為性と。いう問題の所在ですよということであります。はい。まあ、そもそも条文は一見禁止規範のみを規定しているように見えるけれどもですね、殺すなっていうふうに見えるよけれども、その根底に命令規範も含んでいる複合性格であると考えられるのである。これはもう条文の読み方についての定説になっています。今日。殺したものはうんぬんということだから、殺すってことを禁止してんだろう。というように見えるけれどもね。だけどもですね、はい、なぜ殺すといけないのかというと、人の命を奪ってしまうからだと。だから人の命を奪わないようにするためにはですね、殺すってことをするなよと。それから死ぬような人をちゃんと助けろよというですね、するな、しろという両方のものを当然含んでるんだというふうに考えるのは定説になっています。そうだとすると、不審性不作為を処罰するとしてもですね、その市民に不利益の流水解釈しているとかね、財政法権主義違反ではない。これはもう定説です。で、まあ一応、空色と黄色になってるけれども、こんなことは普通論書を要求する前、論文問題っていうのは、入試においてもほとんどないと思われます。すでに克服されている理屈です。というのは40ページですね。はい。不作為の形態からして、その範囲が不明確になると。いうことなの ですね、作為義務を要求することにより枠をはめて処罰範囲を明確することが必要だということでありますね。これも今日定説になっています。じゃあどんな時に作為義務が出てくるのかとか、作為義務等というんだけれども、どんなものを要件にするのかとか、それをこれから突っ込んでいこうということなんですね。で、なおというふうに書いてあるのは、今日これまた論文ではもう議論しないよということなんですけどもね。不作為っていうのはですね、なんというかこう、無であってですね、今、私が画面に映ってるわけでありまして、私が何もしないでぼーっとここにいたとしますよね。はい。
あなたにとって私見えなかった、無だった、無じゃないでしょ。講師のくせに喋らないということであってですね、いいですね、喋らないって形で映像の中に私の体は映ってたでしょ。わかりますね。だから普通ならばでしょとかですね、ペロペロ喋ってたりするくせにですね、動かないでずっと座ってたと、ぼーっと座ってたということなんですね。だから動かないでいるということも、それも一つの行為なんであってね、いいですね。だから不作為というものを処罰するのはね、行為でないものを処罰するんで、だから不審性不作為犯なんてことを有罪にするのは違憲だとかね、あるいはそもそも不作為を条文で書く持ちたが違憲だとかね、そんなことを議論する人はやめときいないよということなんですね。はい。で、問題の所在は結局ということになるわけでありましてですね、はい、問題の所在上がっております。公の置き去りにしたという不作為が殺人罪の実行と認めるかという見地で問題提起をするようにしてください。はい。なぜいきなり殺人なのかってことです。それを事例を解くときのコツとしてね、書き込み入れておきましたよ。事例検討の順番はですね、最も重い犯罪を見て、次に重い犯罪を見て、次にというように、だんだん軽い犯罪に落としていくというふうにしてください。検察官がですね、起訴するわけでありますけれども、公益の代表者である検察官はですね、まず第一義的には法益保護を目的にして起訴していきます。そうだするならば、人の命が失われた以上ですね、最も重い処罰を求めるってことがですね、これはベストなんですね。それで見ていきますと。それがダメならこれ、これがダメならあれという順番で見ていきますと。だから殺人から検討するんです。そう思ってください。はい。それから、問題の所在の文章を見てですね、はい。死んでしまえば良いと思って置き去りにして立ち去った、その結果死んだと書いてあるんですね。で、事例を書くときにはですね、普通時の流れに応じてね、書いていくんですよ。で、そうすると時の流れからすればですね、心の中で思った、決意した、行動に出た、行動した、はい、死んだ、そういう順番で書くに決まってるんですね。で、死んでしまえといいと思ってるので、殺人罪が成立するかどうか問題だとかね、そういう書き方は、それだけでもうすでにこの人刑法のアマチュアなんですよ。そう思ってください。主観面は最後に検討すると言ったでしょ。とりわけソフトテーブルなんですから。いいですね。だから死んじゃったんだと。で、死んだってところから書くんじゃなくてですね、実行行為から書いていくわけですから、死亡の原因となったものとして検討がつくのは、置き去りにした不作為なんですね。だからここから書いていくんですよってことです。はい。まあ、講義を聞いて、この書き込みをしてくれる、しっかりと納得してくれればですね、早速事例処理問題のですね、汎用性のあることを教えたことになります。はい。で、この点について、まあ、アドバンスでありますけれども、一般に不審性不作為の実行行為の要件としてですね、作為義務から作為の可能性及び容易性、これが挙げられておりますよということであります。まあ、作為と功績同化性ということを検討する立場もあることはありますけれども、まあ、判例の体制はそうではないしね、学説も今日はこの3つは挙げないという立場のが多いので、括弧だけ入れておきました。で、まず作為義務はですね、単なる道徳的義務ではなくて法的義務であることが必要であります。当然のことになります。例えばってことで通行人、このやっぱり道徳的な義務に違反したことになるでしょうしですね、なんとはなしに後ろめたい気持ちで家に帰って寝たりしていたりします。しかし法的義務はないということです。破産協会はいろいろあるよということでありまして、まあ、法令に直接根拠があるものもあればね、そうではなくてってものもあって、まあ、とりわけですね、この格好し書いてありますけども、先に行われた行為に基づいてあなたがですね、作為をする義務を負うに至るってことは結構あるわけでありまして、で、まあ法令上の根拠はっきりしているよとかいうものなんかは試験問題としてはほとんど取材しないわけですね。はっきりしてるから。だから通常この先行行為に基づく作為義務っていうようなものなんかが受験論文においては狙われやすいものになってくると、まあそう思ってくださいということでありますね。で、まあ、そこの中身はざっと復習の時に読んでもらうとしましてですね。はい。まあ、この ABC というものは一応類型的に制したものに過ぎないんだということ。事例ごとに行為時の具体的状況、例えば事実上の引き受けがあったとか、あるいは排他的な支配が設定されてしまって、他の人が彼女を助けようとしても、もう彼女を助けるような、そういったことができないような状況に行為者がしてしまったとかね。そういったことなんかを考慮して、個別具体的に判断するんだよと。いうことであります。はい。で、作為義務の厳格な理解のためにですね、このような事実上の引き受けであったりとか支配領域性であったりとか、
そういったものを削除義務の発生根拠の要件として具体的に検討すべきだというのが、まあ、今日のですね、通説的な見解ということになっていて、判例もそのように評価できますよということであります。よいでしょうか。はい。まあ、そのような状況であるぞということでありますので、このような考え方に基づいてですね、筋道を展開していこうかということでありますね。はい、筋道です。そもそも実行行為とは公正権的結果発生の直接的かつ原理的件数を含む行為であると。いいですね。問題提起は実行行為と認めるかと言ってるわけですから、実行行為とはこうだと。で、したがって、不作為の行為にもこのような危険性、すなわち公正権的結果発生の直接的原理的件数、殺人で見ていくときの公正的結果ですから、死亡ですね。人の死亡ですね。人の死亡結果発生の直接的かつ原理的件数、これは認められれば、実行行為を起こってしまうと。もっとも不作為の行為は無限に存在するので、一人の人間がですね、危ないっていう時にですね、その人を救わない人はですね、まあ、全世界分の救われなければいけない彼を除いたですね、人間全てがそれに当たってしまうわけであります。いいですね。極端に言えばそういうことなんですよ。だから不作為の行為は無限に存在するので、全てにつき公正権該当する認めることは、自由保障の権しか好ましくないと。そこでっていうところで、適当なところで線引きしよう。はい、当該具体的な状況のもとにおいて、作義務の認められるものの不作為で、当該具体的状況のもとにおいて、作為の容易性と可能性を認めることが必要であると解すると。当該具体的状況のもとにおいてってことをしっかりと挙げておくのがコツです。はい。で、頭に入るわけですけども、当該具体的状況のもとにおいて、作為義務の認められるものの不作為と言えるかってことですね。で、確かに公は自らの過失行為で B に重傷を負わせていると。しかし、行動上に B が存在する場合には、B が他者によって救助されることが十分可能な状態であり、例えば甲が B を他の場所に移すなど、B の救助を不可能または著しく困難にして B の救助を全面的に得られた具体的状況があったとまでは認められていないと。したがって、甲は未だ B の生命侵害を将来しないように責任先をなすべき義務を負っていたとは認められないと。なら容易性可能性を検討するまでもなく作為義務が否定されましたので以上より公には殺人罪に実行構成は認められないということでありますね。で、は終わりというんじゃないんですよ。ね、次に先ほど218を見た時に保護責任者遺棄等とありますけれども、その隣にはですね、遺棄等致死傷罪というのがありましてね。で、殺人ほど重くはないけれども傷害なんかよりは重いよというそういった法定刑の定め方がしてあるんですよ。219条今見てもですね、今発信したこのような定め方がしてあるんですということの中身は十分からわからないやつです。それは調べるときにお話をします。はい。なら、まあ、殺人まではいかないけれども次の問題を検討するんですね。まあそうなりますよと思ってください。はい。まあ問題の初代の事例ではですね、はい、まあ、A を置き去りにしてそのまま立ち去ったというだけでありまして、まあ、言ってみればですね、単純引き逃げでありますので、まあ、従いましてですね、行動上に B が存在する場合にはうんぬんという形で、まあ、普通行動上に B が存在する事例でしょうね。特別な事情が書いてなくてですね、引いちゃったけどそのまま逃げたやという場合には普通そういう事例だと思います。まあそんなことなんですね。はい。じゃあアドバンスのところでね、この具体的状況下でってことについて司祭に事例でイメージをしっかりと持っておいてくれというのが42ページのですね、緑塗りつぶし部分になります。はい。丸の1はただの引き逃げなんですね。で、昼間人通りの良い市街地ね。で、同じ引き逃げでもね、厳冬の深夜人通りのない山道とかね、いいですね、寒い厳しい冬の真夜中のですね、人通りのない山道だと、市街地でも何でもないということとかね、それらをきちんと見るというのが具体的状況下においてということの見方であります。はい。丸の2ですね、これは単純な引き逃げじゃないんですね。病院に運ぼうと思って助手席に乗せたが途中でってことですね。ってことは助手席に乗っけて走っている状況がイメージを浮かびますね。走っている車の中に、助けてあげなきゃいけない人がいるんだなんてことはですね、他者の人、歩行者から全然わかるわけないわけでありまして、
だからその走っている車の車中にいるですね、怪我を負った人ってものを助けなきゃいけない立場に立っているのはまさに引いてしまって一旦運ぼうとして助手席に乗せた引いた人、現在車運転中の彼に一手に委ねているような状況なんですね。委ねられているような状況なんです。だから病院に運ぼうと思って助手席に乗せたが途中で発覚を恐れどこかに捨てようと車を走らせているうちにということなんですね。はい、まあ意地の悪い人はですね、ああそうかと、じゃあ引いたらそのまま逃げた方がいいんだなと。いや逃げちゃダメですよ、自動車運転致死傷罪になりますからね。いいですね、だからちゃんと救護すべきなんですよ。いいですね、だけど殺人にはすぐならないということなんです。ただ一旦引き受けちゃったりするとですね、いややっぱりちょっと面倒になるとか嫌だからっていう形でですね、どっかにそのまま捨てちゃおうなんて走らせてるうちに車内で息を引き取っちゃったと、その時には殺人になる可能性が非常に高くなってくるわけですね。はい、まあモーダル所在の事例では検討するまでもなく先決めがないということなので殺人罪にはならなかったんですけども、まあそれこそ丸の2のケースであるとか、あるいは引き逃げであってもですね、現行の深夜人通りのない参道であったとか、そういうことであるとですね、先義務が認められる場合があるわけですね。その時には次に可能性と優位性を検討するということになります。これを要件にするってことの理由はですね、今日はほとんどもう書かないですね、答案上はね。ただ、入試なんかでは丁寧に書かせたがっていることが問題文文言から見え見えっていう場合もあるわけで、そういう場合にはですね、刑法は一般人に対して不可能を強いるものではないからってことを理由に一つ挙げてということになるでしょう。はい、まあこんなエグザンプルでありますね。はい、そういったものを見ておいてください。でこんなことがくどくどといろいろと事例の中に書いてある、そうである場合にはですね、やはり容易性と可能性のことをですね、必要であったことを手短で論証した上で丁寧に温めてほしいよというのが出題者のアピールなんだな。はい、次に容易性も必要であるということでありますが、一般人を基準に判断しなさいということですね。はい、一般人は泳げるかとかね、そういうふうに考えちゃいけません。泳げる一般人、泳げない一般人、そういうことで見るんですよ。泳げるってのはいきなり出てきたの分かりますね。はい、過去に書いてあります。例えば飛び込んで助ける可能性はあっても自ら溺れる可能性もある場合にはということですね。自分の子供がですね、息に落っこっちゃってですね、まさに溺れんとしているというような状況であるというところで自分が飛び込んで助けるということなんだけれどもですね。はい、泳げるならば泳げる人にとって可能か容易か、これを見ます。泳げないならば泳げない人にとって可能か容易かを見ますということですけども、泳げない人にとってはそもそも可能性、容易性が容易性がないということになってですね、泳げる以外の助ける方法、長い竿かなんかを一生懸命見っけるとかね、そういう形になるわけですね。はい、まあ後のダイヤモンドはですね、例えば手のひらで患者の患部を叩くで独特の方法、まあ治療と称してそういうことをやってるわけですね。で上記治療を施した後にですね、こんな状況になったんだけども、患者を約1日間放置して、痰による気道閉塞に基づき窒息死させたと。痰が切れないでですね、気道が詰まっちゃったんで窒息死したというケースがあるってことですね。で決定要旨曰くということです。直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたものというべきであるということで、義務を認定するために、ほら、このようにさまざまな具体的な事情とも挙げてますよねってことを学んでほしいわけ。それがソライド塗りつぶしでありますね。はい。で43ページにね、事実上の引き受けや支配領域性に着目する学説、本書の立場に神話的だと。で構成要件的な同化性を別途に考察しない学説、本書の立場、これに神話的だということでありますね。どういうことか。はい、決定要旨、まあこうなっておりましてですね、で所有者の事情を挙げた上で義務を負っていたと言ってるわけでありますから、義務が発生するために所犯の事を挙げてるわけであって、とりあえず治療したよね、宣告があるよね、じゃあ義務があるよ、次に同化してきかなんという考え方はしてないよねということを言っております。よいでしょうか。はい、まあ次はまた発展編でスキップします。発展扱いでね。次に4番、作為と不作為の区別ということですね。はい、当該行為が不作為だという認定されるとですね、以上に非常に慎重な検討に入るわけですね。
だから当該行為が作為なのか不作為なのかってことは、もう見るからに当たり前のもの、例えばナイフで刺す作為でしょうね。そういったものなんかについてこんな議論はしないんだけれども、非常に微妙なものがあるということなんですね。はい。溺れている友人 A を発見して棒を差し伸べたが、それを引っ込めてしまったというわけですね。引っ込めたってことはですね、助けることをしないってことを指すわけでもあると同時にですね、例えば棒を差し伸べた瞬間ところで、ようやく棒に触りそうになったところを引っ込めるってことになるとですね、そうすると触りそうになったところで助かりそうになったところをもう一度頭からボコンと押すのと同じような行動をしているわけですから、これはやっぱり頭を押している、あるいはさらに突き落とす行動を取っていると同じじゃないかとも言えるわけですよ。だからこんな事例の時に微妙なんですね。はい。で、わざわざ友人にしてるんですよ。なぜならば、書き込み、公は A の友人に過ぎないので、不作為ならば、作為義務はそもそもないっていう認定になって、殺人罪不成立なんですね。そう思ってください。溺れてる友人 A を発見したんでありまして、公の先行行為によって A が溺れたとか、そういうことは一切考えちゃダメなんですから。はい。で、A が棒にしがみつく瞬間に引っ込めたっていうケースもあるだろうし、A が棒にしがみつく相当以前の段階で引っ込めるというケースもあるだろうということなんですね。はい。で、まあ、非常に微妙な問題になってきます。で、まあ、45ページアドバンス上がってますけれども、はい。まあ、以上の基準に従った場合は、以下の結論が導かれるというふうに上がっておりましてですね。はい。この基準というものは、好転させる、好転させないと。悪化させる、好転させないというね。そういったことで見ていくよ。という、まあ、比較的頑張って類型化している説、すなわち筋道の説、それに基づいているよということです。はい、そもそも作為とは、公益を悪化させる行為であり、普通に生きている人がいてですね、その人の心臓をかけてナイフを突き刺すということはですね、生命ってものがそのまま放っとくと、だん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 死を持っていって、失われて死に至るよというような形で、悪化させる行為でしょということなんですね。不作為とは、法益が悪化しつつある事態を好転させない行為であるということなんですね。自然に命がどん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 、風前の飛ばしになっていっているところをですね、救命措置で復活させていく。それをしないということは、そのまま治療に、しぼめさせてしまうという感じでしょと。そういうことを言っているわけです。はい。で、まあ、従って、作為と不作為の区別は、行為それ自体が法益を悪化させるか否かによって消すべきであると。で、1の場合ですね、棒を引っ込める行為はそれ自体 A の生命の危険を自主的に高め、法益を悪化させる行為だということだから、殺人罪だと。で、2の場合にはですね、棒を引っ込める行為はそれ自体 A の生命の危険を自主的に高める段階、すなわち法益を悪化される段階に至っていない。まあ、今読みながら、それ自体とかですね、それ自体とかね、そういうことを強調した表現、イントネーションにしてるでしょう。だからこれ書くときにもそういったことをふっとこう入れておくってことを意識してね、ということであります。はい。さあ、それでは、続きましてですね、5番、6番、7番は、まあ、次の別途のところでやるとして、次のチャプターへと進みたいと思います。はい。次のチャプターは、チャプター3になりますね。はい。チャプター3は、既遂犯の構成要件該当性のその2としまして、実行行為の2、完成性犯と言われている問題、テーマということです。で、テキストのページはですね、45ページ。はい。その中ほどよりちょっとした、はい。そこのところにあります、第3巻ですね。そこから、終わりはきりがなく、58ページ。まあ、全体終わるまでという塊になります。では早速テキストの45ページ第3巻ですね。はい。完成性犯と言われているのはですね、他人を利用する行為、第3巻というのは実行行為の対応の中の第3巻ですから、他人を利用する行為で実行行為と評価されるもののことを完成性犯、完成性犯と呼ぶことにしています。これは専門用語です。はい。で、そこで他人を利用する行為っていうものの犯罪性っていうちょっと広げた観点からものを見ましょうってことです。で、関与した複数人全員が犯罪者になるかどうかは別なんでありまして、で、刑法も複数人が関与することを予定してですね、
共犯という独立の章を設けています。で、複数人が犯罪に関与するものでありながら、そのうちのあるものを共犯ではなくて正犯であるとする理論、これが完全正犯論だよということなんですね。はい、そうですね、ちょっと抽象的な議論をあまりすると分かりにくいだろうと思いますので、若干前後することになって再び戻ったりするんですけども、47ページのところで3番に完成性の実行行為性で問題の所在というものなんかが上がってたりしますよね。甲が A を殺すつもりで毒の入った注射器を情を知らない看護師を打つ、情というのは事情のことです、情を知らない看護師を打つに渡して、その注射により A が死亡したという場合に、甲が情を知らない看護師をつを使って結局自分で殺したのと同じように評価すべきじゃないかというふうになって、同じ評価すべきだということになれば、甲が完全正犯だということになるわけですよ。おつが直接手を下したのに対して関わったという共犯という見方はしないという感じになるわけ。はい、ちょっと具体的なイメージ先に持ってもらってってことでね、戻りますよ。はい、テキストの45ページ下のところ戻ってきました。間接正犯とは他人を利用する行為のうち共犯ではなく正犯として過罰的なものを言うということになるわけ。これが定義として誰もイチャモンつけることができないだろうという正確な定義になります。まあそう思ってください。はい、で、他人を利用する行為ってものを、まあ、分類してみるとこんな感じになるよということですね。利用されたオツが正犯である場合の利用者行というのがあると。で、毒だよっていうふうに言われてオツがありがとうっていう感じでですね、看護師オツが毒薬を注射したという時ね、そして、コウとオツで両者で、しっかりと話し合ってですね、実際に手を下すのはオツだって形で役割分担してたに過ぎない、そういう感じになるとですね、直接手を下したオツではないところのコウは共犯の章の中の共同正犯っていう条文がありますから、それになるよと。で、甲がオツをそそのかしてオツが手を下した、そうなると甲は共作犯というそういったものになるよと。で、オツから相談を受けたので甲が毒薬を渡したんだってことになると、甲は従犯という共犯になるよということなんですね。はい、で、まあ甲は非犯罪者だってなる場合もあるわけでありまして、で、次にですね、非利用者オツが正犯ではないという場合の利用者甲ってことですね。で、もともと直接手を下した人は無罪だということになってしまったので共犯にもなりませんという場合があります。これは公は無罪で、直接手を下した人はですね、無罪になんだけれども、まあ、あるいは過失、業務上過失致死なんで殺人じゃないんだけれども、背後の公は殺人だよっていうのが完全正犯だと、そういう形になるよってことなんですね。はい、で、その下のところにですね、共犯の本質の距離判例定説は、共犯が制するためには正犯が実在しなければならないという従属性説になっていると書いてあります。これはね、320ページのところ、そこのところを気になる人は今見といてください。今というか今回の復習で。で、気になったんで復習で読んだんだけどピンとこない人はほっといてください。さあ、そうすると正犯と共犯の区別が大事になってくるわけですね。すなわち、無罪の場合もあれば、共作犯だったり従犯だったり共同正犯だったりする場合もあれば、そうじゃなくて単独でただ正犯だという場合もあるわけですから。で、まず柔らかい構成を受けるによればですね、正犯等保護侵害結果もしくはその計算発生に対して第一次的責任を負うべきものであって、硬い構成を受けるのだとね、自己行為したものであるなんていう自己行為概念という形式的な概念を持ち出して説明するようになりますが、そうじゃないということになります。これは正犯と共犯の区別です。詳しくは共犯論で学習します。で、次に他人を利用する単独正犯と共同正犯の区別。これまた柔らかい工作業によれば、共同正犯とは複数者が相互利用補助の関係にある場合を言って、他人を利用する単独正犯とは利用者が一方的に非利用者を利用する場合だと。相互利用補助の場合が共同正犯でですね、利用者が非利用者を一方的に利用してしまう、これが完全正犯だということになりますよということです。次に共同正犯と共作犯と従犯の区別ということなんですけども、まあ、これまた柔らかい構成要求によれば、共同正犯とは複数人の犯罪のうち複数者が共に第一責任を負うべき場合だと。
で話し合ってね、役割分担してねとかね、そういうことになるとこちらになる。共産重犯とは複数人の犯罪のうち第二次的責任を負うべき場合だと。第一次責任は直接手を下したものだと。その犯したって形で間接的な配偶者まで下がってくる、あるいは毒薬を渡したってことで間接的な、第三者のところまで遡ってくる、そういう感じだよっていう理解になるということであります。はい、テーマがもともと正犯と共犯の区別でありますのでですね、まあ共犯論というものを学習することによって以上の理解はより深まることになりますから、今日の段階ではこの段階でよしというふうに思っててください。さあ、共同正犯でもなく不処罰でもなく間接正犯であるとするためには、彼の利用行為という行為がですね、殺人なら殺人の実行行為性を持たなきゃいけないわけでありまして、そこで間接者の実行行為性と、不作為犯の実行行為性、不審性不作為の実行行為性、それと同じように、まさに実行行為性が問題の所在になってくるよということでありますね。はい、でも問題の所在です。まあここで、ざっとですね、最初イメージを持ってもらうよと言った部分ですね、そのケースが出てきました。はい、情を知らないとかいう言葉はですね、まあ刑法の教科書とか問題文の中で案外出てきます。で、同じ法律の世界でも刑法の世界の人々はですね、漢文、英文、和文、漢文の漢文ですね、それに近い古い言い回しとかね、そういったものを使う人がなぜか比較的多いですね。あとね、言葉をなるべく縮めようとするなんていう癖もあったりしますね。で、情けを知らないなんて決して読んじゃダメですよ。情け知らず非情の乙とかですね、そういうの読んじゃいけないんですよ。情を知らない、事情を知らないっていう意味なんですよ。すなわち注射器に毒が入ってるっていう事情を知らない看護師を打つって意味なんです。はい、で、甲が乙に注射器を渡して A に注射させる行為が殺人罪の実行行為と言えるかが問題だという形で見ていくんですね。殺すつもりだったのでとかね、そこで入っちゃいけないというのは不審性不作為違反の問題の所在のところで説明したのと一緒です。そう思ってください。はい、で、入り口の書き方も一緒になります。実行行為の検討だから。はい、そもそも実行行為とは法侵害邪気の直接的かつ現実的危険性を有する行為である。よって他人を利用する行為がこのような危険性を有する場合は当該利用行為を実行行為と見ることは可能であるということですね。はい、この文章の流れ組み立てね、はい、今不作違反のとこ戻ってってるわけですけども、39ページ、そして問題の所在40ページ、そもそも実行行為イコール公選で結果発生の直接的かつ現実的に含む行為、したがって不作為もうこれが危険性認められればというふうに流れていったでしょう。同じ発想に立つわけですね。はい、戻りましたよ。間接正犯の成立のところに戻ってきました。47ページです。よって他人を利用する行為がこのような危険性を有する場合は見ることができるということでありますね。はい、そのためには非利用者が利用者の道具と同視されること、すなわち非利用者に非利用者に反対動機の形成可能性がないことが必要であるということですね。はい、まあ消しかけるとね、人に襲いかかって噛みついていくというようなですね、そういったあの獰猛な犬かなんかをですね、これを消しかけるっていう場合にね、その場合に、いや現実に噛み殺したのは犬じゃないかと、犬は犯罪主体性がないから残念だったねってなんていうふうに考える人はいないわけであって、ナイフで刺す代わりに訓練された獰猛な犬を消しかけるってことであって、犬は消しかけた背後の人の道具だ、そりゃそうだよねっていうことで、それに対してちょっと待ってくれなんて異議を述べる人は普通いないんですね。はい、それと同じですよと思ってください。だから道具だってことを考える。だけども犬じゃなくて人間なんだからね、だからすなわち非利用者に反対動機の形成可能性がない、どういうことかっていうことですね。これは有名なフレーズなんで覚えて使ってもらうんだけども、ちゃんと意味が分かって使ってくんないとですね困るわけですね。
はい、こんなことしていいかなと、やめようという動機づけになるようなですね、可能性がですね、状況的あるいは彼の心理的なそういった要素からですね、ないということなんですね。こんなことやっちゃよくない、やめようという気になる可能性がないということの意味だ、そう思ってください。はい、これが反対動機の形成可能性がないという、まあ、一つのプロの使うフレーズです。でなぜならばこの場合、すなわち反対動機の非利用者に反対動機の形成可能性がない、そういう場合には非利用者の行為は利用者の行為の因果の流れに過ぎないと言えるからであるってことですね。こんなことやっちゃいけないんじゃないかなってことになると U ターンする可能性があるわけですね。はい、刺す時の流れに従ってどんどん血が流れていく、そのうち失血していって死に至るっていうふうに、どん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 死に向かって流れていくわけですよ。これは因果の流れというものであります。いいですね。はい、でその時にですね、渡すとそのまま普通注射するという流れに過ぎないと評価されるからだっていうことを言ってるわけですね。はい、で当て山に入った時にオツは情報を知らず反対動機の可能性がないからと、毒薬だってことを気づいてないわけでありますから、患者さんに注射なんかしていいかしらと、ちゃんと早くしなきゃいけないわとこう思うに決まってるわけであってということなんで、オツはこの道具と言えるという認定ですね。で効果オツに注射器を渡してに注射される行為は殺人の自己行為であるということであります。はい、まあアドバンス上がってるんですけども、単行マークつけておきましたと同時に、共犯学習後再読ってことで才の字を括弧に入れといたでしょ。だからしばらくざっと読んでって、これは難しい、わかんないなというふうに思った人はですね、読まないで共犯学習後に読んでくださいと、共犯学習後に読んでくださいという意味であります。だからそれこそ新生未就者、新生入門者ね、学部で自分は1年生の時に刑法講座は受けたとかね、本もその時しっかり読んだとかね、そういうことじゃない方ね、は普通読んでも意味わからないと思います。はい、だからそうでない人はまあ再読なんだけれども、そうでなくてちょっと読んでみたらなんかこう難しくてわかんないなというふうな思い始めたらですね、もう読むのやめちゃって共犯学習後に読むというふうにしてください、そういうメッセージです。共犯学習後ならば読んで意味がわかります。いいですね。はい、あといろんなコメントはちょっとつけておきましたよ。はい、完成正犯肯定説というのが今日は判例であるし事実上定説であります。完成正犯なるものを否定する説というのは今日ほとんどちょっと見受けないという状況になっています。で括弧1はハード定型であって少数有力説です。で行為支配説はソフト定型です。それから規範的障害の欠如説もソフト定型説、ソフト定型の中で規範的障害の欠如、これが通説と言っていいんじゃないかなっていう感じではありますので、通説と言えようか点点点というふうに書いておきました。でこれが黄色で塗りつぶされておりますようにですね、筋道はこの規範的障害欠如説、それによって展開されているんだと、展開しているんだということになります。はい、あと4番ですね。昔はね、理屈がはっきりしている共犯の検討してね、共犯は成立しないと、だから完成正犯だなという乱暴な議論をしていた時代もあったんです。受験官がじゃないですよ、学会がね。だけどもそもそも正犯が成立するのは共犯が成立しないから正犯になるんじゃなくてですね、彼自身の行為が正犯として過罰的だと認められるからなんだってことですね。そのことを忘れないようにしましょうという注意事項です。ちなみに3歳の幼児に窃盗をそそのかした場合ということが上がってるわけでありますけれどもね。はい、ここでまた共犯のどうのこうのと書いてありますから、このそれ以下の全体を読んで意味がわからんと思った人は復習の時にも飛ばしちゃってください。ただ3歳の幼児に窃盗をそそのかすっていう場合でありますね。はい、3歳の幼児というものでありますから、これは彼自身が窃盗犯罪者になるだけの要素を持ってない人間だと思って結構であります。いいですね。でまさに背後のそのこした人間の道具であると、
ほら、しげちゃん。しげちゃん、おいでおいで。赤いものが見えるよね。ほら、しげちゃんの好きな赤いものだよ。持ってきて。はい、しげちゃん持ってきて。なんつってね。で、赤いものを好きなしげちゃんがですね、喜んで、取ってきちゃったということでありますよね。はい、そうに考えた場合にですね、これは、取ってきてと言った人間は共産犯じゃなくて間接犯なんですね。ということぐらいをこの事例でピンときてくれれば、それで今日の復習としては結構です。はい、ダイヤモンドね。はい、日頃から暴行を加えて畏怖させ、自分の意のままに従わせてきた12歳の少女というふうに書いてあるんですね。12歳はね、刑事未成年者なんですよ。これ責任のところを学習するときに読む条文なんだけれども、今ちらっと見ておきましょう。はい、41条を開いてください。はい、41条の前には責任年齢というタイトルがあります。責任年齢というタイトルのもとに41条、14歳に満たない者の行為は罰しないというふうに言ってるんですね。はい、14歳に満たないという場合にはですね、まだその犯罪に対する抵抗力とか、自分がこういうことをやるんだということについての確固たる将来を見据えた責任を持って自分のやることを考えるとか、いろんなことについてですね、まだなかなか固まってないと、まあ、そういったことを刑事政策的な専門用語では人格の可塑性とかね、そんな言い方するんですけどもね、可塑性、粘土で銅像を作る、彫刻を作るときに塑像を作るっていうその字があるんですね。まあ、柔らかいってほどの意味を持った言葉です。で、可能の可の字で可塑性という言葉があるんですね。だからまだ人格がカッキンと固まってないと。その時に、お前は、何のお前はと非難するのは適切じゃないだろうと。もっと、その、的確な人格へというふうに、まっすぐに育てていくという教育の力とかね、いろんなものなんかがあるだろうと。だから、なのにお前はと非難するのは適切じゃない。そういった考え方で41条というのは置いてあるわけですよ。そことまず押さえておいてね。ところで、まあ14歳未満といってもですね、事例に戻ります。12歳の少女なんですよ。これ6年生また中学校1年生なんですね。通常の就学年齢で過ごしてればね。ということなんですね。そうすると、3歳の幼児、その中に比べれば、やっていいことと悪いことの区別ぐらいはもうついてるはずなんですよね。でですね、そうするとですね、12歳の少女は犯罪不成立だよと。だけども彼女のやったことは窃盗罪の構成要件に該当して悪いことであることは確かだろうと。彼女を非難できないから犯罪不成立になるだけなんだよと。で、悪いことに間接的に関わってきたんだからですね、したがってその命じて行わせた被告人はですね、これは共産犯だとかね、そうじゃないというふうに考えるわけ。で、まずこの12歳の少女に犯罪不成立争いがないんです。3歳の幼児に窃盗罪不成立の争いがないのと同じなんです。ただ、3歳の幼児はですね、ものの是非判断が、是非善悪の判断をそもそもできないはずだと。12歳できてるはずだと。だけど、刑事未成年でですね、犯罪不成立なんですね。っていうことです。はい。で、教唆にしないで、間接性犯だよってところに、この決定用紙のポイントがあります。たとえ書論のように、道女が是非善悪の判断能力を有するものであったとしても、被告人については本件各窃盗の間接性が成立するってわけですね。はい。日頃から暴行を加えて、怖がらせて、自分の意のままに従わせてきた12歳の少女だったわけですよ。ね。はい。これ12歳の少女とこの被告人とがですね、2人で暮らしておりましてね。そして、まあ、それこそ日頃からタバコの火を押し付けたりとかですね、引っ叩いたとか蹴っ飛ばしたりとかね、そういうことをして被告人の意のままに少女を従わせてきてたわけですよ。そうすると、ほら、あれ取ってこいよということで言った場合にですね、ここで、まあ、警察に駆け込んだりとかですね、あるいは嫌だわとか言ってですね、お尻の中に逃げ込んじゃったりとかね、そういうことをしたらば何されるか分かんないわけですよ、ということですね。で、12歳の少女だってことになるとね、そのような日頃から暴行を加えて、皮膚させて、自分の身に従わせた人に対して逆らうなんていう行動をですね、なかなかやっぱりまだ取れないだろうということなんですね。
らこんなことやっていいかしらっていうような気持ちは湧いてくるだろうけれども、それに従ってですね、断固として窃盗はしないっていう方向に向くようなことまではできないような状況にあったってことなんですね。いいですね。はい、そういったことであります。アスタリスクの4行は再び書いておきましたけども、共犯学習後を再読、あるいは読んで分かんなかったらば今回の復習では無視、共犯学習後に初めて読む。はい、さあ間接罪の理論としてすり道を展開したわけでありますけれども、まあそれは間接罪に当たるよねって形でみんなが認めるような典型でもあれば、これはちょっと微妙だねなんてもあったりするわけ。それが4番なんですね。でまず刑法上の行為と言えないものを利用した場合であります。はい、幼児を利用して物を取ってこさせる。はい、同じページの上の3歳の幼児、しげちゃん赤いのあるよ、ほら持っといて、ほら赤だよっていうね、いいですね、あのケースですね。これはもうそもそもしげちゃんが持ってくる行動はですね、刑法上の行為と言えないということで、まあ文句なしに間接罪にしちゃいますね。それからですね、強度の強制化ということですね、文書偽造罪の間接罪犯というのが上がってますけれども、手を押さえて文書に記入させるとかね、そんなものであります。はい、まあ先ほどのですね、12歳の少女の例というのがありましたよね。12歳の少女の例というのがありました。はい、それなんかはこの括弧2番のケースということになっていくでしょう。はい、次に採決例として挙がってます。ああ、この採決は黄色塗りつぶしだよね。ちょっと色間違えたんでね、今、色黄色塗りつぶしに直しただけですけどもね。はい、被害者に命令して岸壁から車ごと海中に転落させた行為と。でまあ知らなかったんだけども、殺人未遂だと、まあそう言ってるわけですね。で恐怖度に依附して服従していた被害者に対し暴行格を交えつつ岸壁上から車と海上に転落して自殺することを必要に要求し、被害者をして命令に応じて車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができない精神状態を陥らせていたなど、判決が示した事実関係のもとにおいてはということでありますね。だから大人でも非利用者になってしまう場合があると、被害者自身が非利用者になってしまう場合があるということですね。次に2番です。はい、その犯罪の構成権該当事実の表彰人を書く場合ということですね。全く故意も過失も書く利非利用者ということであります。はい、でまあ郵便集配人を利用して毒入りワインを届けさせるということで、全く中身分かっておりませんからということで、次に過失ある非利用者となるだろうと。これは先ほどの看護師云々というやつですね。看護師は看護師でですね、注意しなきゃいけないわけでありますからですね、これは当然、注射した後すぐに何か異変に気づくとかですね、そういうことなきゃいけないわけでありますし、注射している最中でもですね、あれ普段と違うわなってことですぐに異変に気づくとかね、そういったことなんかなければいけない、そういうことなんだけれどもってことですね。だけどもこんなことやっていいかしらってな形で、そもそも渡されたものについて注射を注射針を刺すことすら全然しないなんてことは普通ないわけですね。はい、次ですね。はい、これは問題の初代マークを入れといたわけです。他の犯罪の故意ある非利用者を利用する場合があるんですね。他の犯罪の故意があるわけですから、こんなことやっていいかしら、こんなことやっていいかな、よくないじゃないか、やめようっていうことは十分考えられるのがですね、今までの A や B なんかとの違いなんですね。そこで問題の初代含みになるんです。はい、器物損壊の故意あるものを利用して物の背後の、物の背後の人を射殺させるなどありますね。これは問題の初代のケースなんです。こうは屏風の背後にいる者を殺す目的で、そのような背後に人がいることを知らないような嘘に対してあの屏風を撃ってしまえってことを命じて、その結果その者が死亡したっていう場合でありますね。だからあの屏風を撃てってことはですね、他人所有のあの財産を壊せと命じていることになるわけで、器物損壊という犯罪があるわけで、他人の所有のあの屏風を壊せと言われてたオツはですね、自分は他人所有の財産をぶっ壊すんだってことは分かった上でですね、バーンとこう打ってるわけでありますよね。で、そういうことしちゃいけないってことで器物損壊罪があるわけですから、
したがってオスとシオはですね、これは因果の流れ通りまっすぐ流れていくんじゃなくてですね、オスが U ターンしてくる可能性があるってことなんですね。はい、そこでまあ議論して感染性じゃないよなんていう説も登場したりするような論点ではあると、まあそういうことになります。ただ今日はですね、まあ認めていくのが一般かなっていう感じにはなってるんですけどもね。考え方のすり道、そもそもよってその辺はもう省略してます。コピーペーストですから。でそのためには非利用者が利用者の道具と同士であること、すなわち非利用者の反対動機の形成可能性が、この反対動機の形成可能性があるかないかというところを司祭に見るっていうところですね。だから当たり前のところです。確かに非利用者には犯罪すなわち器物損壊罪の故意はあると。犯罪で器物損壊罪、これちゃんと入れとかないとダメですよ。でですね、他の犯罪の故意があるってことを言ってるわけですね。しかし利用者の意図した犯罪についての認識がない以上、その犯罪との関係、すなわち利用者が意図した犯罪、人殺しですね、との関係では規範に直面しておらず、反対的計算は不可能であってと、いわゆる道具と言える、従って自己誤差を認めるというふうにします。否定説ありますが、炉の、まあ、完成線肯定説が通説と言えるでしょうねということで、炉の説を皆さんに進めています。括弧2番がですね、その犯罪の構成見解と事実の表彰の理由がある場合なんですね。でそれでやっちゃいけないというより普通思うんじゃないかと思うかもしれないけれども、実は自分は偽金を作るんだと分かってるんだけども、これは明日父兄参観日に子供たちにお金っていうものの説明をするために、一生懸命自分は美術も得意だし、腕先も指先も器用なんで一生懸命偽札を作ってるんだという場合があるいいですね。で彼にはですね、偽札なんか作っていいだろうかって反対動機は普通湧かないんです。それが目的を書く行為あるものという彼です。で彼が美術の先生でですね、そういったことができるということですね。それを利用して社会の先生がね、明日実は参観日でお金を説明したいのでですね、まあそうですね、まあ6人に1万円あたりぐらい1万円札をちょっと渡したいと思うので、本物にすごく近いものをですね3枚だけ作ってくれませんか、なんてことで1万節のサームが作ってくる言われたわけですね。美術の先生は、あ、俺の腕が変われたなということなんでですね、一生懸命作ったんです。で今の事情を聞いた時にですね、そんなもの作っていいかしらなんていう、いわゆる反対時の形成可能性はないわけですよ。だけど社会の先生はね、翌日の参観日で使うつもりなんか全然なくてね、美術の先生が作ってくれたものを使ってですね、2万何がしかのものがあると手に入れようと買ってしまおうというふうに思っていたなんていう場合があるわけですよね。これがエグザンプルです。で美術の先生がですね、事情を知らないわけでありますから、まあ、従いましてですね、偽札なんか作ってもいいかしらなんていうふうにですね、 U ターンする可能性がないだろうということなんで、これは結論、通貨偽造罪の完成性犯だと、社会の先生は完成性犯だと、これはもうほとんど落ち着いてるんですね。で話が面倒で、議論がいろいろと錯綜してきてですね、というのが、まあ、実はこの収賄のケースなんですね。で身分を書く故意あるものを利用するなどという言い方をしたりします。エグザンプル上がってるでしょう。公務員でないものを利用して業者から金品を受け取らせる、公務員が何ちゅう場合がある。問題の所在、公務員公が情を知った妻を打つに賄賂を受け取らせた、で公に収賄罪が成立するかということです。問題提起するときにはですね、完成正犯というようなですね、自分が認める認めないということが問題になるような高額上の概念は使わない方がいいですよ。公に収賄罪が成立するかということです。ここで情を知るというのは地上と書く場合もあるよと、事情を知ってるという意味だよということをここで書き加えておきました。看護師さんの事例、最初に出てきた事例、そこで口頭で話しましたけどね、はい、地上って言葉を使う場合もありますよ。はい、でまあそもそもよってということで、そのためにはこの流れは一緒ですね。でその後なんですけれども、はい、まあ確かに妻を受け取った金が賄賂であることを認識しており、規範に直面しているとも考えられるので、利用者たる公務員の道具とは言えないようにも見える、
しかし収賄罪は公務員という一定の身分を持つ者だけを処罰の対象とするもの、すなわち身分犯なのだから、収賄罪の規範はこのような身分者に対してのみ向けられていると考えられると。ここが一つのテクニックなんですね。収賄罪の規範はこのような身分者に対してのみ向けられていると考えられるということであります。とすれば、非身分者には道徳的規範はともなく法的規範は与えられていないと。したがって非身分者を打つには規範的障害はなく反対努力の形成可能性がないと。まあ教弁強いて弁じてるって言い方がちょっとに匂うんですけれども、なんとかしてこれ完成せやにしないとですね、妻は公務員じゃないから収賄罪にはならない。そうすると受け取っとけと言った公務員はですね、収賄罪の教唆犯にならない、収賄罪の従犯にもならない。二人で話し合って役割分担してるんじゃないかということであるというふうに考えるとしてもですね、収賄罪というのは公務員じゃないか成立しない犯罪だから、だから妻が公務員という身分を持ってないので、二人で指名し合わせててもこれは身分のある夫は何も受け取ってないし、身分のない受け取ったのは身分のない妻だし、これは何ともまずいねってことになると、妻利用すると無罪、じゃあこれ公務員天国だねというようになっちゃうんですね。だから何とかとにかく有罪にしたいという強い価値判断が働いていると思ってください。はい。で、この収賄罪の規範はこういうような身分者に対しての読み受けられている。そうだとすれば、非身分者には法的規範を与えられていない、与えられていないんだから非身分者には規範的障害がなく反対特許の規範がないという、まあ三段論法を積み重ねてるんですけどもね。なら、まあ例えば殺人罪という規範は人全般に対して向けられております。しかし収賄罪という規範はですね、公務員に対してしか向けられていないというわけですね。そうすると、公務員でない人間が仕事に関連した金を受け取るという受け取る部分だけをやってもですね、公務員お前そういうことするなということを法がもともと言ってないんだから、こんなことしていいかななどという、そういったまあ障害物にぶつかることもないだろうと。たとえぶつかったとすれば、それは単なる道徳的規範に過ぎないんだということだっていう、まあ強弁するわけですね。そこで身分者たる公の道具と言える、で公には収賄罪が成立するというふうに持ってきますよということです。アドバンス全体はですね、単行素材にもなります。で、共犯、特に共犯と身分というものを学習した後に読んでください。で、全くのですね、申請入門者の方はね、まあこれはちょっと今読んでみてもそのピンとこないと思います。で、すり道はですね、公は収賄罪の間接正犯で、夫は収賄罪の従犯であるという通説の立場ね、これに基づいて整理してますよということでありますね。何でしょうか。はい。だからまあ全体をざーっと見ていきまして、53ページのところにですね、まあ、公が収賄罪の間接正犯となり、夫はその従犯とするのはかつての通説であったと。それに対してですね、実は、はい、65条1項の解釈という、そういった応用性の高いものを共犯のところで学習しますので、そういったところでの一つの考え方に基づいてですね、いや無罪にしなくて大丈夫だよという考え方も出てきてるよということなんですね。はい。次に、故意ある法上的道具と言われているものがあったりしますということです。乙は兵から覚醒剤の世話を依頼されて、公に連絡して取引の数量や金額や日時や場所、ホテルロビー等を伝えたということであります。で、公は当初自ら取引をする目的で当該ホテル近くまで来たんだけれども、なんだ相手が兵かよということなので、公は乙に覚醒剤を手渡しして取引を依頼したと。お前行ってきてくれよと。乙は本件覚醒剤の取引当事者は公と兵であることを認識しながら、これを兵に渡して兵から代金を受け取ると、そのまま公に渡して一切分配を受けなかったってことですから、二人でですね、任務分担して、二人で一緒にやってるっていう感じではないよっていうことが、
まあこの特に青文字になっている部分に現れているわけ。だからオズとしては自分の気持ちとしては使いっ走り的な感じだったってわけですね。でですね、で甲賀正派と言えるかということでありますね。はい。だからまあ北条的道具っていうのはですね、言ってみれば使いっ走りっていうぐらいなんですね。だけども自分でやってること十分分かっているということなんです。自分のやってること、取引をすることについて十分分かっているということは、まさに覚醒剤譲渡を大津がやってるってことになるんで、このような場合には彼が覚醒剤譲渡やってるわけだから、やってきてくれよ、お前頼むよって言った甲は、やっぱりあくまでもですね、強さに過ぎないんじゃないか。しかし、大津が使いっぱなしになんであって、まあ、ヤクザとか、そういったことを言うならば、単なるチンピラ程度だということである。そうなるとやっぱり甲が譲渡してるんだっていうふうに考えないとまずいんじゃないかとも思えるというふうに、まあ、迷うわけですね。そういった事例ですよということであります。はい。でまあアドバンスなんですけれども、炭鉱素材ということでですね、まあ格好瓶の完成製版工程説ね、まあ通説と言えようかというふうに書いておいたんですけども、格好瓶のところにですね、完成製版工程説あるいは完成製版部分的工程説と、これを格好瓶グループとしてくくってるのね。この中のですね、歯の藤木先生、まあこれは非常に早くも若いうちに亡くなられた先生なんだけれども、まあ未だに非常に影響力のある先生でね、まあ藤木先生の考え方を皆さんにはお勧めしましたということであります。藤木先生が部分的な工程説を展開するきっかけとなった裁判例があって、これがこの食料管理法違反事件ってやつなんですね。で、これはね、要するに闇米運搬罪っていう犯罪なんです。で、会社の代表取締役が使用人 Y に命じて、食料管理法違反の米を運ばせたとこう書いてあるわけですね。で、最高裁判決が昭和25年でありましてですね、まあ、すなわち配給米っていう形でね、まあ、日本の国民の主食であるところの米ってものについてね、これなるべく安い金で万人に行き渡るようにというですね、そういった主食である食料を管理している経済統制法というものが非常に強い力を持っていた時代なんですね。なんせ万人が民法だっていう戦後間もなくの時代でありますから、最高裁が昭和25年ですからね。だから事件が起きたのはもう数年前なんであって、戦後間もなくってことになるわけですね。で、まあ闇米運搬罪なわけですね。で、まあ会社の代表取締役が使用人 Y に命じていることで、 Y は運転しながら自分が運搬してるのも闇米だってことを十分分かって運搬してるわけですよ。だけども社長に命じられたしなってな形でね、自分は社長がやってることについて使用人としてやってるだけだっていう間柄なんですねというのが、まあ、この事件なんですね。ということであります。だからこれ運搬が重要なんじゃなくてね、経済統制法違反の運搬という犯罪としての特質が重要なんですよ。まあ、なんかの機会に反したことあるかもしれませんけれども、配給米しか食べない裁判官が餓死したっていうことがあったぐらいの時代であります。自分は裁判官だということで、闇米なんかに手を出せないということで、配給米しかっていうことなんだけども、まあ、とうとう餓死しちゃったというね、そういった事件が現実に起こったような時代背景ですよということです。だからまあ食うためにはしょうがないっていうような形でね、闇米に手を出すなんてことはもう結構当たり前みたいな感じの時代だったっていうことを言いたいわけですね。はい。でまあ藩士曰く、我らがその情を知るというやつに関わらず X の行為が運搬輸送の実行正犯たることに変わりはないということでね、で十分分かった上でやってるとしてもってことで、その情を知るというのとに関わらず、その情を知っていたとしても X が正犯だということを言ってるわけですねということです。はい。これをもとに展開される先生の考え方をその道では進めました。はい。そもそもよってそのためには、そのためにはところまでは一緒でありますね。だからこの道具と同視される反対道具の検出可能性がないかどうかをきちんと見ようというところが目の付けどころになります。で54ページですね。非利用者が手助けのつもりであったとしても、反対道具の検出は十分可能であり、単純に道具ということはできず、
こんな場合にまで常に利用者の実行行為性を認めることは実行行為概念を不当に拡大し自由保障機能を害すると。だから常にというですね、これは良くないと。そこでということで犯罪の類型を考慮し殺人罪のような反対動機の形成可能性規範障害の強い犯罪の場合には非利用者は道具と言えず日常的経済行動的性格の強い行為の場合にはその行為に基づく経済的利益の帰属を重視して非利用者の道具性を判断すべきであると。やめ米運搬罪、日常的経済行動的性格の強い米を運搬するというだけの行為、流通米を運搬するというだけの行為、ただそれは闇で流通している、配給制度の枠の中で流通しているんじゃなくて闇で流通している、それにしてもその当時の食料事情から言ってそういうようなものを運搬することは日常的経済的行動的性格の強い行為だ、そういうふうに見るんですよ。売買、殺人、それに対して売買、売買は日常的経済的行動的性格が強いとかね、そういうふうに見ちゃうと変な当てはめになりますよね。そのスーパーでパンを買うとかね、これは日常経済的な行動性格が強いでしょうね。覚醒剤買うとか、ちょっと待ってくださいよ、これが日常経済的行動性格の強いものであるってことになるとですね、妙な感じになりますよね。覚醒剤取締法っていうのはそんなにどってことない犯罪になってしまってるのかと、法律になってしまってるのかということでありましてね、それはないわけですから。はい、で当たり前ですね、本件の売買行為は覚醒剤なので日常経済的行動、日常経済行動的性格の強い行為とは言えないって当たり前をすべきでね、したがって大塚正犯であって公安共産に過ぎないという結論です。はい、続きまして55ページですね、非利用者の適法行為を利用するという場合が考えられるよねということでありますね。はい、ちょっと事例が複雑になってます。問題の所在、まあ正当防衛を利用するっていうタイトルだけで問題の所在をどこを乗らなくてもいいだろうと思うので、どこもいろいろ乗りはしておりませんけども、図を見ましょう。図を見ますね。でですね、甲が X を直接殺すんじゃなくてですね、X にオツを攻撃させてね、オツの反撃によって X が死ぬように仕向けようということを考えたってわけですね。まあ手の込んだ甲だなってことになりますよね。で丸一があって X が丸に攻撃を加えてオツがそれに対する正当防衛してその通りに死ぬというようなことであります。まあ現実にそういうことはそんなにうまくいくのかなとかね、あるいはまるでなんかテレビのサスペンスみたいとかですね、そういう感じに思うかもしれませんが、まあこういったものも事例としては考えるということであります。で、まあ肯定説と否定説とですね、まあ両方挙げときましたけれどもね、アドバンス、まあ単行でしょうねと、いろいろ迷うでしょうけども一旦自説は決めてくれということを挙げときました。なぜならば学問じゃなくて受験勉強だからだってことです。何らかの機会にも言ったことあると思うんですけども、しっかりとした検討をよく加えてですね、結論は後日の研究にいますとかですね、そういったことがあっても学術論文としては高い評価を得るということはあるわけですね。だけれどもですね、答案でね、公に殺人罪が成立するかの結論については後日の検討に委ねるとか言ってですね、以上なんてね、これじゃお前結論何も言ってないじゃないかってことで0点なんですね。そう思ってください。はい、だからまあいろいろと迷うかもしれないので筋道もよく上げといたけども一旦自説は決めてください。後で説を改めたって構わないわけであって、変な話ですけども受験の前の日に説を改めたって構わないわけでありましていいですね。はい、まあ、一旦決めてください。で肯定説と否定説両方上がってるわけでありますけども、検討部分はですね、共犯学習後ですね、初学者にはちょっと難解なんで過去さんは最初から読まない方がいいかなと思ってるくらいであります。ちなみにダイヤモンド大半上がっております。はい、これは事案の色をちょっと間違えてるんで色だけ今いじりますけどね、事案ですからグリーンですよね。これはね担当考える素材ですね。で超難問とされていますので、担当直前に堕胎罪の学習とともに一読する程度ありまして、一読して分かんなければほっといてもですね、まあ出題可能性もかなり低いよというのが現行の司法試験予備試験ということになると思いますね。
給与証試験時代はですね、考え説の問題素材としてね、結論覚えてなくていいんだけれども、いろいろとこの判例をいじるなんていう難問も出したんですけれどもね、そういった状況なんで、ダイヤモンドについては今言った一言ちょっとコメントを入れておきました。はい、で上の方に上がりまして、両説併記しておきました。固定説の方ですね、そもそもよってそのためには、ここまでは一緒ですよ。その後どう見ていくかってことですね。はい、防衛行為者は正当防衛状況に置かれている以上を規範の問題に直面していないので、反対動機を形成する可能性はないと。防衛行為者は分かりますね、持つのことですよ。それはそうですよね。こんなことやっていいかしらと、何言ってんだと、やんなきゃ自分が死んじまうってことですから、 U ターンするっていう状況よりもそのまま流れていくという可能性だということでありますよね。はい、で従ってってことで道具だよって言ってですね、自己行為が悪かったら殺人が成立するよと、そういうわけですね。で次は否定説でね、そもそもよってそのためには、ここまで一緒なんですね。だから与えめるについてどういうふうに見るかってことですね。はい、この場合あまりにも偶然性が改善する部分が大きいと、従って道具とは言えず自己行為と評価し得ないので殺人罪は成立しないということですね。はい、道具だ、規範的障害だといったときにですね、あとは因果の流れだって話をしたよね。どうでしょうか。はい、事例もう一度見てください。この図ですね。甲が X に、 S がオツに、そしてオツが X に反撃っていうのがですね、甲がやれって言うだろう、そしたら X がその気になって流れていくよね、そしたらボツが反撃加えるよね、ほら X が死ぬじゃないかというふうに流れていくよね、ほーらって言えるだろうかと。もともとそのまま X がプイッとやめてオツに攻撃しないかもしれないわけであって、 X が攻撃をしたとしてもオツが反撃しないで逃げちゃうかもしれないわけでありまして、だからこれをですね、オツが事情を知らない、オツに反対動機の形成可能性がない以上、その瞬間だけ見ればオツにないことは確かです。そうである以上、甲から X へ、 X のオツの加害行為、そしてオツの反撃行為というふうに因果の流れとして見ることはできるだろうかと、それは無理だろうと。最初から U ターンのところはそこで止まっちゃう可能性のある事例じゃないかと、そういうことを言ってるわけですね。はい、まあ私はどちらかというと否定説の方に傾いてるんですけどもね。はい、まあ以上が、ちょっと難解な問題ですよということになります。で58ページは発展マークでくくってありますようにですね、まあこれはざっとスキップしちゃうことにしましょう。はい、それではここまでで、チャプター4終わりました、3終わりましてね、一旦休みを取りたいと思います。はい、5分休みます。はい、それでは2016年入門講座岩崎クラス刑法第1回目のユニット2、すなわち後半チャプター4ないしチャプター6始めたいと思います。まずチャプター4はですね、既遂犯の構成要件該当性の3としまして、結果の発生および因果関係のその1というテーマになります。テキストのページはですね、59ページ、はい、まあ、その一番最初からですね、67ページですね、その図表が切れて、関数2番、その前までの塊を予定しましょう。で早速テキストの59ページです。はい、まあ、第3巻が実行行為だったわけですね。で、ある行為が実行行為と認められても、それが実行の着手という要件をちゃんと備えないとね、そうしないとですね、未遂罪にすらなりませんということです。これ未遂罪にすらならないというふうに書いてあるように、未遂になるかならないかという問題なので、未遂のところでですね、詳しく見ますよということで、矢印 P273 です。
で、次に結果が発生しなければいけない。これはもちろん、結果が要素となっていない犯罪もありますけれどもね、そうではなくて殺人罪のような結果が要素となっている犯罪においては結果が発生しないと起訴が発生しないのは当然になりますということです。で、各犯罪ごとに検討するということで、7編から9編はいわゆる刑法各論、さまざまな犯罪について勉強していく編です。で、次に、実行の着手が認められて結果の発生があって、その間に因果関係がなければいけないわけですね。それは第3節因果関係ということです。第1巻の因果関係総論という部分は、まあ、主としてですね、そのさまざまな概念であったりとかですね、そういったものなどを整理する場面ということになっていくわけですが、はい。で、意義ですね。実行行為と結果との間の一定の原因と結果の関係ということで、因果関係とはとかね、説明するそういった場面には皆さん、遭遇しないだろうと思います。当たり前のように使えるようになってくれれば結構であります。はい。まあ、趣旨書いてある通りであります。で、まあ、具体例ということですけれどもね、軽傷を負わせた、で、治療のため病院に向かう途中でトラックに入ったら転死になったってことですね。これはね、因果関係なしとされる典型例なんですね。で、原因結果の関係ってことが論理学的にとでも言いましょうか、あるかといえばあるんですね。軽傷を負わなければ病院に行かなかった、病院に行こうとしなければトラックに入れなかった、入れなければ死ななかったということですからね。だから、まあ、風が吹けばおけりゃが儲かる式なことにならないようにするところに因果関係論の機能があるわけで、2番書いてある通りです。だから、こんなケースなんかは因果関係なしとされる典型例ですよってことは覚えておいてください。はい。で、対決が位置づけはもちろん交通要素が該当性の問題です。殺人罪で言うならば、人を殺した者はとも書いてあるわけで、殺したという言葉はですね、死ぬかもしれない危ない行為をした、そして死亡結果が発生した、その中に因果関係がある、これが殺したという文言を解釈して結果得られた関連継承構成要件でありますので、はい、構成要件該当性の問題であります。で、問題となる場面はですね、結果が発生した場合だけ問題になりますね。発生しなければ因果関係検討しませんということです。因果関係が否定されると未遂になります。で、殺人未遂ってどんな例ですかと、ズドンと打ったんだけど死ななかった例です。それはその通りだけどもですね、因果関係勉強するした以上はですね、もう一つありますよと、死んだ限りの因果関係がない場合ですと。これはもう常識に、早く入門中に常識にしちゃってください。さあ、第2巻が因果関係論であります。はい。そこの横に第3巻の筋では、従来の通説と今日の有力説と併記する場合が多いよってことをあらかじめ書き込んでおきました。はい。60ページのところにですね、関数字の1番が従来の通説になってるんですね。はい。それに対しまして、第3節、第67ページ。このチャプターの終わりですね。はい。その下のところに今日の有力説というのが上がってますでしょ。はい、この因果関係をめぐるところがですね、実は結構動いてます、学説がね。で、動きがようやく落ち着き始めたかなってぐらいの時代です今ね。はい。で、まあ、そういったことで因果関係論は全体として出題なんですけども、まず従来の通説を分かっておこうよねってことと、それから次のチャプターで今日の有力説を分かっておこうよねということ、そしてその上でですね、議論されるものをしっかりと見ていこうじゃないかっていうのが、まあ、次のチャプターの途中からということになります。従来の通説はですね、二段構えなんですね。まず、あれなければこれがないという条件関係の有無、これを先に検討しようと。条件関係がありとされたときに、すべてを殺人既遂にするってことでは酷ではないかってことなので、刑法上の因果関係の有無を検討するための基準を打ち立てようと。二段構えですよってことです。条件関係の検討についてはですね、問題となる点は3曜日第3巻でですね、今日の有力説だとどういうふうに見ていくのかとかね、そういうことを合わせて説明しますよということであります。で、条件関係って言葉の意味は、あれなければこれなしという論理学でいうところの条件関係、その通りです。で、具体例として、軽症で治療のため病院に向かう途中トラックに離れて死んだ、条件関係は存在するんですね。いいですね。で、条件関係の判断方法はと、
ということですけども、具体的に発生した結果について検討します。もしこうであったならば発生しなかったはずだ。だから条件関係はないとかですね、そういうふうには考えませんということです。エグザンプル上がってますが、まあ工学上のニックネームで死刑執行事例とかですね、そういうふうに言う場合があります。死刑が執行される直前に執行官がまさにボタンを押そうとしているときに、死刑囚によって殺された娘の仇を討つために娘の父親が執行官を押しのけて自らボタンを押し、死刑囚が死亡したような場合に、父親がボタンを押さなくても同じ時に死刑囚が死んだのは確実であるから、だから押さなくても死んだはずだというふうになっちゃってですね、押さなければ死ななかったっていう公式が否定されることになるんじゃないかなってことを考えちゃいけないよってことなんですね。現実に存在した客観的な諸事情というものを資料にしてですね、あれなければこれなしがあるかどうか、これを見ていくんだということです。次に条件関係について問題となる点なんですけども、これはですね、第3巻のところで今日の有力説も含めてですね、問題とされているものを全面展開する場所が出てきますので、これはその後に再読してください。これは再読でいいと思います。ゼロの人も復習時に一旦ざっと読み流しはしてください。よく議論される例に、XY がそれぞれ致死量の毒薬を入れておいた場合なんてことがあります。それぞれ致死量に満たなかったけども、両方が合体して致死量に満つるなんていう場合にはですね、X が入れなければ死ななかったその通り、Y が入れなければ死ななかったその通りということで、X の行為と Y の行為と、それぞれ死亡結果との間の条件関係当然認められるんですね。だけども、十分な致死量を2人とも入れてると、条件関係が否定される。これどうも変だなっていう感じでどうしましょうっていう問題がありますよと。いうことなんですね。はい、卓越的競合というニックネームがついてたりしてるよってことです。はい、家庭的因果経過、これは死刑執行事例ですね。はい、これも71ページで見ます。超度的因果関係などというもの、そういったものがあったりして、これはまあ言葉の五感にもフィットする最も五感通りの事例だと思うんですけどもですね。はい、致死量に満たない、致死量に満たない、合わさって致死量に満つる、そういう場合ありますよねってことですね。あと延期学的因果関係となりまして、これはですね、自然科学的な医学的なってことじゃなくてですね、そのさまざまな病気ってものが生じて、そういったものについてですね、その予防していこうとか、そういった見地から考えていったところ、統計的な資料とかそういったものも含めた上でですね、そういった上でこれは原因結果の関係が認められてもいいんじゃないか、条件があると見てもいいんじゃないかというね、そういった高度の蓋然性、これは疫学的因果関係、そういうふうに言ったりします。だから条件関係の断絶と言われているようなケースがありまして、これはエグザンプル余ってますけども、毒が効き始める前にっていうのがポイントなんですね、ということです。はい、で次の因果関係論です。こここそまさにですね、風が吹けば桶屋が儲かる式にならないようにするための刑法独特の理論部分なんですね。で、刑法との因果関係があると言えるには、条件関係があれば十分なのか、あればいいよというのが古い説として条件説になったのがあったりしました。それでは風が吹けば桶屋が儲かる式のってことになってですね、思わぬ結果合わせについて責任を負うことになって事業者のために良くないじゃないかということなので、条件説というものはふーっと廃れたんですね。で、従来の通説で得ているのが相対関係説なんです。アドバンス全体は単項でありまして、括弧 B が従来の通説で得ている相対関係説であります。はい、で条件説で風が吹けば桶屋が儲かる式、これはまずいよねということで、条件説の人たちが主に言ったものに因果関係の中断という議論がありましてですね、断絶と中断と言葉としては似てるじゃないですか、全然違いますよということなんで注意してくれというのがカンフォル CF であります。はい、でどんな時に中断認めるんだろうかとか、条件説そのものが廃れてますから気にしないでいいです。中断と断絶は違うんだってことだけ勘違いしないように頭の中に概念を入れておいてください。はい、あとイロハニョニなんですけれどもね、因果関係論というものは責任論ではないですよと。はい、まず彼の行為に奇跡させるかどうかを見てるだけであって、これが因果関係論ですと。奇跡させるとしても現に非難するに値するかどうか、これが責任論ですと。だからよく客観的奇跡という言葉は因果関係で使われることになるけれども、
避難するかどうかはまだ見てないのが客観的奇跡っていうことなんだよってことをここの機会に見ておこうということでありますね。はい。従来の通説、そもそも因果関係は結果に対する行為者の奇跡性を判断するための構成要件要素だと。そして構成要件は社会通念に基づく違法行為類型だと。はい、奇跡性を判断する。当てますけども、ですね。現実に避難するかどうかまでまだ突っ込まないんですよ。だけども、彼に刑事責任を負わせるかどうかの第一段階だってことは確かなんですね、ということを言っています。だからですね、論理学的な意味において条件関係にあるってことを追求すること自体が因果関係論の機能じゃ、意義じゃないということを言いたいわけです。しかも、構成要件ってものは社会通念に基づく違法行為類型だということですね。形式論理学の世界、言語学、それによって決まるのが構成要件ではない。社会通念が根底にある。そういうことを言っています。はい。従ってってことで、条件下の存在を前提に、当該行為から当該結果に生じたとすることが、はい。社会通念上相当であると言えるかどうかにより、因果関係の存否を判断すべきだ。これ相対関係説と言われていることですね。はい。これは従来の通説の、まずは相対関係説です。で、米兵ひき逃げ事件と言われている有名な事件があって、事案ご覧の通りであります。はい。これはまあ、随分乱暴な被告人たちですね。ね。A を跳ね飛ばしちゃったんですね。で、屋根に跳ね上げられたんですね。そのまま運転続けてるうちにですね、同乗者がね、俺、なんか上の方でゴソゴソ音がするぞとか言ってですね、あ、手が見える。お前跳ねたな、と。いうことで、まあ、いやーってな感じでですね、その体を引きずり落ちちゃったんですね。そしたらばですね、車体との衝突、激突だけじゃなくて、舗装道路面上との衝突ってものも一つの死亡原因になって結局死んだっていうわけですよ。で、車体との激突を生じさせたのは運転中の米兵なんですね。で、その運転行為からの死亡結果にするのとして、まあその当時で言えば業務上過失致死にしてしまうのか、それとも同乗者がっていうことはちょっとこれ普通考えつかないよねということなんで、運転行為と死亡となると因果関係を否定するのかということは問題になったというケースなんです。で、決定要求言うにはってことで因果関係を否定したんですね。で、経験上普通とかね、そういった言葉を使ってるわけで、経験則上当然予想とかね、そういう言葉を使ってるんですね。だから論理学的な条件関係を理解すればいいのだっていうのはちょっと意味合いが違ってきてるっていうふうに言われてるんです。で、相対関係説だと評された時代があるんですね。で、ただいろんな判例を総合するとやっぱり条件説だと返されているんですね。だけどもいろいろと考えてみるとってことでですね、今日の有力説と同じことを結局言ってたんじゃないかというにも言えるよなどと言われている、まあいろいろなですね、ピンクだったり桃色だったり紫だったりいろんな色に見えている判例ですよと、こんにちはねっていう判例であります。で、この事案はですね、行為後に特殊事案を改善したんですね。屋根の上に人が乗ってて自動車が走行中だってことなので、屋根から引きずろすなんてことはですね、運転行為屋根に跳ね上げちゃった、その運転行為後に生じた特殊事情でしょということですね。で、特殊事案が改善する場合ということは問題になります。つまり、従来の通説でですね、いわゆる相対関係説、これを取ったとしてもね、こんな特殊事情が介在したときに、特殊事情を判断の基礎の中に入れ込んでいけばですね、それは死ぬのは当たり前だよねって感じになる。だけども、特殊事情を入れ込まなかったとするならばですね、死因の一つが、舗装道路面上との衝突っていうこともあるわけですから、いいですね。そうだすると、車体との激突だけで死んだってことになると、社会通念上相当じゃないですね。そうなる可能性があるわけですよ。だから、相当や関係説を取ったとしてもですね、相当であるかどうかを判断するときに、生じた事情全部入れ込んで判断していくと、条件説と事実上同じ結果になるんだね。だからどうするかってことは問題になるわけ。はい、特殊事情として、行為当時から存在する特殊事情という場合がある。A が脳梅毒に罹患していたため、脳組織が破壊されて死んだ。お前バカだなって形で、軽くポーンと、ね、軽くポーンと頭叩いたらば、あら、死んじゃったってわけですね。なんでかと。脳梅毒に罹患してるので、
脳みそがもう柔らかい豆腐と同じような状況でプルンプルンになってた。だからポンってやられただけでバーッと脳組織破壊されちゃった。で死んじゃったという場合があるってことですね。で、普通人間は脳梅毒にかかってるわけじゃないわけですから、叩かれた人が脳梅毒に罹患していたというのは特殊事情なんですね。これ、こういう当時に特殊事情があったという基本事例1。次が、まあ、米家ひき逃げなんかと似たようなものなんですけども、もっとですね、新しい時代の有名な裁判例があります。最初の例えばっていうところで、まあ、こんな殴打行為があった。放置しておいた。そしたらば、何者かが A の頭部を角材で殴打した。これが介在事情だ。A が死んだんだけども、甲に殴打された際、A には死因となるに十分な脳内出血が生じていたんだ。だからそのままずっと誰も角材で殴らなかったとしても、例えば午前2時は死んでいるような脳内出血状況だったってわけ。で、その後の角材による殴打、これによってですね、現実に、午前1時に死亡しているという脳内出血による死亡だったというのがこの事例。だから、この特殊事情を例に入れなければですね、はい、撃ったよと。午前1時に死んだよと。あれ、それは社会と年上相当じゃないですねと。普通ならば午前2時ですねと。ああ、親関係なし。こうなるんだけど本当にそれでいいのかなという事例なんですね。はい、基本事例2ということであります。すなわち、判断するための基礎としてですね、どんな事情を入れ込んでいくかによってね、相当性の判断の結論が随分変わってくるじゃないかということで、行為当時の特殊事情、脳梅毒、行為後の特殊事情、何者かが殴打、そういった基本事例1と基本事例2ってことです。米兵ひき逃げ事件は、そう、基本事例2の方になりますよね。同僚が屋根から引きずり下ろしたっていうね、そういう行為ですからね、同乗者が、ということであります。はい、基本事例の2はですね、80ページに上がっている大阪南港事件っていうものがネタになってますよってことが書き込みに入っています。はい。で、まあ相当や関係説の内部においてですね、折衷的相対関係説というのが従来の通説とされました。で、客観的相対関係説が従来の通説と拮抗している説として結構有力でありました。その両方がそういう道に上がっております。アドバンス炭鉱ってことで、客観的相対関係ですね。この説であった人は、後で関数字2番で見る今日の有力説に解説した人が非常に多いです。だから、かっこしい。これはかつての通説そのものですよ、という状況です。はい。じゃあ、まあ、両方挙げておきましょう。すり道でありますね。はい。かつての通説、折衷的相対関係です。そもそも、構成要件、は違法行為を類型化して国民に命じるものだ。また因果関係は行為者にとって不可欠なものを奇跡の範囲から除外するために必要なものであって、構成要件は責任類型として責任非難の前提となるものであると。で、従ってということで、一般人が認識可能な事情及び行為者が特に認識した事情を基礎に相当性の判断をする。なんで従ってでつながるのかってことですね。違法行為を類型化して国民になんだと。だから一般人が認識可能な事情を基礎にするんだと。それから、行為者にとって、そして、奇跡の範囲を除外、そういうものなんだと。だから、ですね、行為者が特に認識してた事情も基礎に入れていいんだと。そういうふうに見ていこうというわけですね。基本事例1の当てはめをすれば、A が脳梅毒に関してた事実を行は認識しておらず、一般人にも認識不可能であると。あの人脳梅毒に関してるなとかね、すぐに外見からパッとわかるもんじゃありませんからね、ということであります。あの人そうなんだでってことで知ってた人がですね、あの人を見ると確かになんとなく目がこう座っちゃってるねとかね、そういったことはあるんだけれども、だけどもパッと見るからに一般人が、ああ、脳梅毒に罹患してるっていうに分かるような症状じゃないんですね、脳梅毒っていうのはね。そういうことであります。はい。で、こんな事情化を判断してから排除するべきだってことになるわけ。そうすると軽い殴打行為から A の死の血管が生じることは社会的な相当じゃないんですね。排除しないとどうなる。軽い殴打行為から脳梅毒に罹患していた A の死の血管が生じることは社会的な相当だよね。だけども脳梅毒に罹患していたってことは排除するってことは考えないことにするわけですから、軽いオーダー行為から A の死の血管が生じる、脳梅毒に罹患していた A 弾じゃないんですよ、 A の死の血管なんですね。これは社会的な相当だよね、や関係がない、そういう結論になるよねってことですね。次に基本事例に、何者かのオーダー行為という介在事情を自己行為に一般人は予見できず、行為者も特に予見していたわけではないと。したがってこれは判断の規定から外すってことですね。相当結果の具体性を厳格に要求すれば、この意味わかりますね。
何時何分に死んだという具体的な事実で見ていくってことをですね、数十分前に因果関係に入ったところで確認したことを思い出してくださいということですよ。それと午前1時に死亡してるのはおかしいわけで、普通ならば2時以降に死亡するはず程度の脳内出血程度だったわけですからということなので、もし甲の横断行為をしなかった場合は A は実際の死亡時期には死亡しなかったのであるから、午前2時に死んだのであるから、甲の行為と A の死亡との間に相当性は認められない、そういう結論になるわけですってことです。客観的相対関係です。はい、行為者の認識の有無は責任に関する問題であって、客観的非責の問題である因果関係の基準として行為者の認識の有無を判断基準に取ることは妥当でないと。でそもそも行為時の特殊な事情についても、それを認識して行う行為者が存在する可能性があるとの考えられる以上は、あいつノーベル学に罹患しているということを分かった人がポカーンと殴る、そうすると死んでしまう、そういうことがあるんだから、そういったことを防止しなきゃいけないのであってということで考えていけばですね、行為時の特殊な事情も判断規定に入れるべきだということになる。行為者だけが特にしていったこと、そういったことなんかを入れ込むのがおかしいということになるということである。したがってということで、行為時に客観的に存在していた全ての事情および行為後に生じた事情のうち予見可能であった事情、行為者が予見してたんじゃなくて、行為後に生じた事情のうち行為当時に一般人からしてそういうことがあってもおかしくないなと思えるような事情という意味なんですよ。とにかく行為者っていうものがどうなのかってことは外す、これで客観的存在関係性と言われます。基本事例1でありますね。これはもう行為時に客観的存在した事情でありますから判断規定に加えます。そうすると軽い横断行為から、はい、ここ脳梅毒に罹患していた A なんですよ。これは先ほどの当たり前と違うでしょ。先ほどの当たり前は軽い横断行為から A の C の結果になってるんですよ。こちらは軽い横断行為からですね、脳梅毒に罹患していた A になってるんですよ。こういった表現の微妙な違いもですね、ちゃんと説によって違ってくるんだということはしっかりと分かってください。で、因果関係あり、基本事例にはということでありますね。はい、これは実行行為時には一般人は予見できず、行為者も特に予見していたわけではないと。で、判断外すということになれば、同じく厳格に要求すればということで、一時には死んでなかったのであるからということで相当性は認められないと、そういう結論になるだろうねということなんですね。はい、以上がですね、従来の通説。従来の通説といってもですね、社会的、失礼、相対関係説、これが全体における従来の通説で、その中での接地的相対関係説と客観的相対関係説で対立は結構あった、そういう状況であります。いずれにしても従来の通説は、はい、それは条件関係を見て肯定された時に次に刑法的な観点から絞るという二段構えですよというのが従来の通説だということでありますね。はい、さあそれでは次のチャプターへと移ることにしましょう。次のチャプターはチャプター5になります。はい、チャプター5はですね、規制派の構成要件該当性の5としまして、因果関係論のその2というテーマになります。で、テキストのページはですね、はい、67ページ、67ページの下の方のですね、関数2番、今日の有力説、はい、そこからということになります。では早速テキストの67ページ2番、今日の有力説ですね。はい、で従来の通説が2段構えであったというのに対しましてということでですね、はい、一つの基準で見ていくというような考え方でありますね。それから客観的相対関係説をこういうものを特殊事情の場合には考えないという考え方とか、それから接地的相対関係説を微修正するとかいうような形でですね、従来のモデル的な接地的相対関係説や客観的相対関係説とは異なる因果関係説、因果関係論、これは結構言われているようになってきますということです。でそもそも二段構えをやめようという点においてもう決定的に違うというのが山口先生の説なんでですね、まあ、山口説を紹介して前田説や井田説はですね、問題点について検討する、その段階で必要にて触れることにするという、まあ、このテキストについての前置きですね。
で問題の所在、前読基本事例1で何者か当分拡大オーダー基本事例2という基本事例の1番2番の事例、これはまた思い出してくださいということであります。で考え方のすり道、危険の現実仮説というニックネームがついてたりします。で、まあ、アドバンス全体は、まあ、単項でありましてですね、3番の危険の現実化という基準でですね、条件関係考えた上で相対関係という二段画面を取らない危険の現実化という基準、これが山口説の特徴ですね。で展開です。はい、そもそも自己行為による構成の結果ジャッキの過程は、構成の結果をジャッキする客観的な危険性ってものが実際に構成の結果へと現実化したことに他ならないと言われてみれば、まさにその通りなんですね。で、まあ、頭部ランダーかなんかでですね、そして、脳内出血ってことになれば、そのまま放置していけば、どん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 出血して、ついには失血して、脳幹部分がやられて、息絶えるというような形で事態が進行していく。そうすると、頭部ランダーという行為の持つ危険性ってものがですね、脳内出血って形に現れて、それがどん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 出血していって、失血するに至るという形でですね、死亡へと、危ないものがどん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 現実化していく過程、死亡という結果へと膨らんでいくという言い方をしてもいいかもしれません。そのものだと。だからそれで見ようじゃないかということであります。はい。そこでということで、山口説の判断基準については、行為の危険性が結果へと現実化したかどうかを見ればいいんだと。で、現実化したかどうかを見ると言ったって抽象的なんであって、すなわちもっと要素化して分解すれば、行為の危険性というものは行為時に存在した事情基礎に客観的に判断されるはずだと。そんな行為危ないよとかね、危なくないよとかね、それは行為時の存在した事情で決まっていくはずだと。で、その危険性が現実化したかって形で、こういった意味で2つに分析的に見ることができると。で、あくまで危険の現実化が判断基準であって、介在事情の介入とか因果経過の通常性とか予測可能性は、あくまでも危険現実実現を判断する際の重要ではあるけれども判断要素に過ぎないと。これを入れる入れないって形で形式的にですね、取り扱うべきじゃないということを言ってるわけですね。接中接頭という関係説も客観的相対関係説も、これを入れる入れないっていうレベルのところでモルル的に形式的にですね、取り扱おうとしているわけです。そうじゃないということを言っております。また一方、当初の行為により結果ジャッキにとって決定的な原因が作り出された場合には、行為の危険性が結果に現実化したと判断できると。その後の経過がどんなものであろうがですね、当初の行為でも決定打だというようなことである場合にはですね、その後また殴った人間が出てこようが何しようがですね、こんなものはもう現実化のプロセスのほんのちょっとした違いに過ぎないと。で、他方、当初の行為にこのような危険性がなく、第三者の行為の介入こそが結果ジャッキに重要決定的な寄与をした場合には、行為の危険性が現実に現実化したと言えるためには、当初の行為に第三者の行為の介入をもたらす危険性が認められなければならないと。その意味では第三者の行為の介入の可能性や蓋然性は要素の一つとして見るものではあるということなんですね。で、判例も近似は上記のような見解に立って反対してもと考えられるという形で、これはですね、判例もそうだよということで自分の見解というものについての実務的な権威づけをしていこうという理由づけであります。基本事例1についてはどう見るか、A の脳梅毒は行為の行為時に客観的に存在した事情であるということがあるならば、行為の危険性判断の基礎となるわけですね。行為の危険性の判断というもの、はい、それは上に上がりましたけども戻りましたが、行為時に存在した事情を基礎に客観的に判断されるはずなんです。だからその時に行為時の特殊事情と言われている事情は全部入れることの結果になるんですね。で、そうすると脳梅毒に罹患しているものの頭部を殴る行為という理解になっていくわけで、で、客観的に死亡結果するジャッキの十分その危険性がありますからということです。で、行のオーダー行為により死の結果に生じたということである以上、危険の現実化も高騰されるということは関係ありだと。基本事例2の方はどうなのかということですね。行のオーダー行為は A の死因となる脳内出血を形成したという重大な危険性を有すると。だから A 死亡の決定的な原因になっているということですね。そのまま放置しとけば午前2時に死ぬような脳内出血だったんだけれども、何者かオーダー拡大オーダーとなったんで、現実には午前1時に死亡したというケースでありますから、そのままであっても死ぬほどの脳内出血を形成したという重大な危険性を有していると。A 死亡の決定的な原因となっているということですね。
あとは海外事情である何もかの織田行為は A の死期を早める妥協の影響を与えすぎなかったってことだから、河野織田行為の危険性が A の死亡結果と現実化したと判断できると、そこで関係ありと、そういう当たり前になるよということであります。はい、以上が抽象論の従来の通説と今日の有力説、とりわけ山口先生の危険の現実仮説、それのまあ抽象論段階ということですね。では具体論の検討に入ろうということです。卓越した影響語と言われている事例があった、すなわちそれぞれ致死量ってやつがあったんですね、うん、これについてどう見ていこうかってことですけども、はい、条件関係修正する説ってものをすり道に挙げておきました。山口説は文献上不明なので筋道化はしておりません。でアドバンス、はい、まあ難解で炭鉱素材にもちょっとなりにくいだろうなと思われます。従来の通説の条件関係修正説を一応筋道として挙げておきました。で2番の危険の現実仮説、山口説ね、文献上不明か明確ではないということを挙げておきました。まあ、ただ結果ジャッキにとって決定的な原因が作り出された場合として、行為の危険性が結果に現実化したと判断できて XY ともに殺人未遂という当たり前になるだろうとは私は想像しております。だって致死量毒物投入でありますからね。だから A が入れた後 B とかね、そういったことなどは決定的な影響にはなってないってことですね。で条件関係修正説、あれなければこれなしという条件関係の要求は本来このような卓越的競合の場合予定していたものがない。そもそも条件関係は結果が何に帰属するかの妥当化を仮定するためのものだ。だから論理学的なものじゃないってことを条件関係のところでも強調することにします。その限りで条件関係の公式に従えば足りると。現在消費者結果は XY 双方の規制に帰属されなければ不合理である以上ってことで、価値判断先行ですね。で、そのために修正した公式を主張しなきゃいけないんで、いくつかの条件のうちいずれかを除去しても結果発生するが、すべての条件を除けば結果発生しない。そういう場合にはすべての条件につき条件関係を認めるというふうに条件関係の公式を修正しようというふうに言ってるわけですね。はい、まあ二段構えってものはそろそろほころび始めたらきついかなっていう感じではあると私は思ってるんだけどね。山口先生の筋道は作っておりませんが、2番のところに書き込み文字で書いておいた通りであります。次に家庭的因果関係である事例があった、執行事例、死刑執行事例ですね。はい、アドバンス、これも炭鉱素材になりにくいでしょうね、難解なんでね。で従来の通説で使い加え禁止説、これはもうすでに説明しました。はい、危険の現実仮説、山口先生ですね、これまた文献上明確ではありません。で高度の危険性肯定で因果関係肯定でしょうね。まあ日本の死刑執行っていうのはですね、刑務所内で拘守する首を絞めるって形になっておりましてね、でまあボタンを押すと床がパカッと開いてって形になってしまうわけでありますから、ボタンを押す行為自体の高度の危険性ってのは肯定されますか ら、そこでもう話は終わっていいだろうということだと思います。でピストルで構えて物陰で見ていた B がとかね、死刑執行事例とかね、二通りあるわけですけども、まあ、死刑執行事例おそらく高度の危険性肯定で因果関係肯定でしょう。それからですね、ピストルを構えて物陰で見ていた B って言うんだけれどもですね、その撃つというですね射撃行為そのものの持つ高度の危険性、これを見ていくならばですね、もし撃たなかったとしてもとかそういうことを考えるまでもないわけで、おそらくやっぱり因果関係肯定するだろうとそう思います。もともと元来条件関係の公式というのを第一弾で使って考えが取らないわけですからね、そんなに悩みはないと思います。次に、まあ、恐怖踏切事件と言われているものがありましてですね、列車の運転手が踏切で子どもを溺死させたがそれを回避することはできなかったという事案であったということですね。で溺死の結果ではないとして業務上過失致死罪の成立を耐死院が否定した判決があったということです。でこれは因果関係を否定したもんだというふうに理解されてますよということでありますね。はい、結論的にはですね、それを返すことはできなかったという事情があったならば行為者の刑事責任を否定するという考え方が一般的ではありますよということです。踏切を通過する時の運転行為というものがありましてということでですね、でそのことの自体の持つ危険性というのはもう常にあるわけでありますけれども、
それを捉えてですね、脂肪血管を生じれば常にっていうわけにはいかないはずで、そうしないと高速度交通ってことは成り立たなくなっていきますんでね、ということですね。なら、その踏切っていう場がある以上はですね、その踏切という場における危険性ってものを見ていくはずであります。そうすると、まあ回避することはできないというような状況にすでにその当時からあったということでありますから、その危険性というものが運転行為自体の持つ危険性ではないというふうに考えられる可能性があると思うんだね。はい。次に調度的な関係、これは致死量に満たない毒物ということで、条件関係にこだわる説によってもですね、条件関係は肯定されるでしょう。そうすると特殊事情介在の事例になっていくんですね。で、まあ危険の現実仮説、そういう考え方でいくならばですね、致死量に満たなくてもですね、死亡の危険性というのはあるわけであります。ただ致死量に満ちていた場合に比べればということにはなると思います。そうするとその後に毒物混入、致死量に満たない毒物を別途 Y が混入したという事実、そういったものがあるわけでありますから、ならそういったものと合体して初めて脂肪血管を生じることになればですね、まさに致死量に満たない毒物であったけれどもという、しかし毒物であるという毒物混入の危険性がまさに現実化したというふうに見ていくかどうかは、そのY の毒物混入の偶然性、その以下の諸事情による判断結果によると思いますね。でここでも定かではありません。疫学的因果関係というのは公害犯罪によく見られる議論でありましてですね、これはあの地裁の例にありますけどねってことで、まあ、どちらかというと証明論で軽装的な議論であるよってことで、あまり深入りはしておりません。次に5番目、因果関係の断絶と言われているケースがあって、これは中断と断絶と違うよってことを意識しようといったことを思い出してください。次に6番、行為時に特殊量が介在する場合ってことですね。はい、脳梅毒基本事例1、接地性相関係説、これはもう当てはめやっておきました。2ですね、復習です。客観相対関係です、これも当てはめやっておきました。復習ですね。はい。次に危険の現実仮説とどうなるかってことですけども、基本事例1、これも当てはめやっておきました。はい。まあちょっと紙面の無駄じゃないかというのを思うかもしれませんけれどもね、因果関係論にめぐる今日の議論というものはですね、ベターと基本書を読んでおりますと錯綜してよくわからないということがある。で、まあ何か論証ブロックであったりとかですね、論証パターンであったりとかね、論証例とかね、そんなものでやみくもに早く覚えることに走っちゃう。で、せっかくの入門期をしっかりとした落ち着いた勉強をしない、そういうふうになりがちな場所なのね。だから、まあコピーペースト繰り返しになることを承知ながらね、ちゃんと挙げておきましたと思ってください。はい。行為後の事情が介在する場合ということですね。基本事例2です。大阪難航事件、これを例にしたやつ。接地性相関係説、当てはめだけコピーペーストです。相関係説を微修正した説をここで挙げておきました。はい。何者かの横断行為という介在事情を実行行為時に一般人は予見できず、行為者も特に予見しないので、介在事情は相当性の判断規定から外して考えるべきだ。ここまでは接地性相関係説の主張の途中までです。で、死因も同じなのにチャプター1時間の時間差でですね、これ因果関係なしというふうに厳密に考えないちょっと厳密すぎないかってことで微修正するんですね。その部分です。この点、結果の具体性を厳格に要求すれば、もし高の大行為しかなかった場合は A の実際の死亡時期には死亡しなかったのであるから、高の行為と A の死亡との間に相当性は見られないようにも思えると。しかしここでひねるんですね。結果の具体性を厳格にするべき死亡時間が若干違うだけで相当性を認めないとすることは、行為時に予見不可能な事情があり、かつそれが少しでも結果性に寄与すれば関係が否定されることになり、現実的妥当性を欠くと。もう少し刑法的な言葉を使いたければですね、法益法にとって好ましくないとかね、そういうことになるわけですね。で、だからといってですね、最も抽象化を過度に進めて、同種の結果が確実に発生した状況であれば足りるとすると、過度に因果関係を肯定することになるどうでないと。同種の結果、要するに死亡とかね、これだとちょっと今度は自保証機能の検知からよろしくないということですね。だから調和を取りたいよって、死という結果については死因の同一性の範囲内で抽象化することができると考えると、法益法と自由保障との調和ってことを考えるとね、死因が同一ならば
いいじゃないかっていうふうに、具体的な何時何分死亡じゃなく、結局その死因でその機械に死亡という程度に抽象化していいってことを主張します。はい。で、死因が同一であれば、後遺者の実行が含んでいた危険が現実化したと評価でき、後遺者に帰属することができるからであると。この点においては危険の現実化説と非常に神話的です。井田誠先生という有名な先生ですけどもね。はい。で、基本事例2について当てはめると、高の横断行為によって A に脳内出血が生じており、介在治療によって死期が多少早まったに過ぎず、結局 A は脳内出血によって死亡していると。A の死因は高の横断行為のみによる場合と同一であり、相当性は認められると。いうふうにして、起訴を認めるわけですね。はい。客観的相対考え説。はい。基本事例2の場合、ということです。はい。これは結果の具体性を厳格に要求すればっていう、そのままの形で貫くとこうなるよってことです。もう一つの客観的非適切というものですね。はい。この点、故意後の事情について、故意上の予見可能なものを考慮して相対関係の有無を判断する見解がある。これが何ですか？そう。従来の客観的相対関係説のことを言ってるわけですね。しかし、故意後に特殊な事情が介在した場合には、行為時の予測可能性は判断基準として有効に機能しないと。行為の後のことについて、行為時の予測可能性なんてもので見ていこうとしてもですね、それは結局、よくわからないと。いうことを言いたいわけです。あるいは、有効に機能しないってことはですね、偶然結果を排除すると因果関係論の機能として有効性があるとは思えない。ということなんですね。そこで、従来の客観的相対関係説、すなわち、客観的相対関係説の簡潔な論証をするとですね、行為当時に生じたすべての事情、および行為後に生じた特殊事情のうち、予見可能なものは含むという、そういった、まあ、公式、形式的なルールだったわけですね。それをやめようと。行為時の特殊事情は全部入れる。しかし、行為後については、はい。行為後に特殊事情が在する場合は、いいですね。行為時の特殊事情を全部入れるんですよ。で、行為後に特殊事情が介在する場合は、実行後に存在する危険の大小や、介在事情の異常性や実行行為との関連性の大小や、介在事情の結果への寄与の大小を組み合わせて、実行後に結果を起訴することができるか否かを判断すべきであると。はい。まあ、この危険性の大小とかいうものに目をつけてるとかですね。あるいは結界の寄与の大小に目をつけるとかですね、そういった面から言っても今日の、まあ、危険の現実仮説に非常に近寄っているような状況だなってことは言えるわけですね。基本事例に当てはめてみようってことですね。当初加えられた横断行為は死因となるのに十分な脳内出血を引き起こすものだったというぐらいなんだから、死の結果の発生の危険性の高い行為だという認定になるだろうと、評価になるだろうと。それから資材置き場に放置された被害者にさらに危害を加える可能性ってものは周囲の治安の程度にもよるけれども、決して小さいとは言えないと。そんな偶然なことはめったにないだろうっていうほどのことでもないと。から、介在した介在、核材に及んだ行為は死の結果が激分が入ったものに過ぎないってことだから、死にとって決定的なものとは言えないと。もともとの及んだ行為が危険性が高い。それから、治安の程度にもよるけれども、決して小さいとは言えない。で、起こったその、後の打撃による打撃が死にとって決定的だとまで言えないとすれば、全体総合すると最初の殴打行為というものですね、はい、そういったものに帰属させてもいいという結論になるだろうという結論になるわけですね、はい、危険の現実仮説によればということで、これはコピペですね。基本事例2についての当て目はすでにやっておきましたねということです。で、まあ、アドバンス、行為後の事情の処理は担当考える素材として、ざっと全体を見といてくださいということです。はい。で、まあ、第三者の行為が介入する場合のケースとして、例の米兵ひき逃げ。はい。決定用紙も上がっています。あと、基本事例2のネタ、大阪難航事例。決定用紙も上がっております。はい。いいか、ずっとスクロールし始めたってことですけれどもね。
はい、ここで、まあ、たくさんの判例ね、そういったものを紹介していくわけですよ。はい、で判例の結論はね、まあ、ぜひ単刀直前にはやっぱり覚えておかないといけないというね、そういうものにはなります。今映しているのは色塗りだけでもしとくといいよということです。はい、でここの前の2番のところ書き込み戻りますけどね、ごめんなさいね、79ページね、2番の検討というところで判例がざーっと上がっていくわけですよね。で多くの事例を自説で処理する頭の練習はしといた方がいいよと。文章化しなくてもいいから、自分が危険の現実仮説ならば危険の現実仮説に立った場合に、危険の現実仮説はね、結論は判例と同じになりますからね。だからどういう当て埋めをして同じ結論になっていくのかなってことを自分で試してみてくれってことです。そういうことをやるやらないっていうのが自力がつくかつかないの差なんですよ。論証例を覚えれば事例に対する当て埋めができるってもんじゃないんです。答案練習を繰り返しても、意味のない答案練習を何度も繰り返してもしょうがないわけで、答案練習する前にせっかくの判例の事例を自分でよく考えてやってみるってことが大事なんです。で判例の結論そのものはもちろん担当に覚えてくださいと。これが2番全体に対するメッセージですよということになります。でまた戻りますよ。はい、さっきこのアスタリスク2番のところ、色塗りするといいよ残しておきましたね。はい、その次のページですね、はい、これも色塗りするといいです。はい、平成18年決定もあります。これも色塗りするといいですね。被害者の行為が介入する場合もあります。ダイヤモンド、これは高裁の判決ですから、事案は色塗りですね。事案は色塗りです。はい、次これ性愛決ですね。結論も当然色塗りになります。はい、その次夜会潜水事件、これ採決ですね。はい、事案の特徴、これに従った絵が水中移動上がっています。潜水スクーバダイビング、それについてのちょっとした知識がないと、とにかく動くなというふうに徹底指導されます。普通なぜならば、動けば動く分だけタンク内のですね、窒素というものはどん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 酸素窒素これが消費されていっちゃってねってことになりますからね。だからじっとしてれば人間ってものはやっぱり息もそんなに荒い呼吸はしないわけです。とにかく動くなってやります。はい、決定用紙色塗りしていきますね。アスタリスク3番、はい、これも事例の特徴、決定用紙。続いての平成15年決定、これちょっと書き込み書いておきますけども、事情評価で認定が異なる例として、原審と原検審も参考にするといいですよと。だから具体的な事情が司祭に上がっているときにですね、その事情一つ一つをどう評価するかということによって、最終積み重ねとしての結論というものに案外影響を与えるんだよということを学んでおいてください。事案の特徴が黄色緑塗りつぶしですね。はい、第一審は見ておきましょう。控訴審も見ておきます。で上告審は結局ですね、原審同様だよということです。でそんなこともあってですね、上告審に詳しいことは述べておりませんのでね、なら特に第一審と控訴審もこの判決について挙げておきましたから、青文字中心で復習学習しておいてください。次の16年決定ですね。はい、事案の特徴、それから決定用紙。はい、まあ色塗りってことになりますね。次の括弧の3番。はい、53年決定。事案の特徴、決定用紙、色塗りってことになります。あと、アスタリスクの2番。
はい、これはの事案がたくさん上がってるわけですけどもですね、違約関係に関するものは多くの事案に当たっておくってことが自我、自助、自治からこれを身につけるコツですから、臆がらずにこういった事案もちゃんと考えるようにしてください。そんな落ち着いた時期を過ごせるのは入門期ぐらいですからね。はい、書き込みは違約関係の作文として学習するページがあるから、それはそれでそこを見てからで見ていいですよという書き込みです。はい、86ページも同様、事案というものはとにかく多く当たっておこうという色塗りですね。いいでしょうか。はい、でこれをいちいちですね、こういう文章にしてこういう文章にしてですね、いちいちやるっていうのはね、これはちょっとやりすぎだろうと思うんでね。まあもちろんもうひねもすずっと刑法の講義できるんならいいけど、私も皆さんも時間との戦いですから基本的には。だから皆さんでぜひね、文言化しなくていいけども、頭の中で当てはめの練習ってものはぜひ、せっかくのたくさんの判例の事例、そういったものでやってみるようにしてください。似たもの事例を出してくるわけですから、試験問題っていうのはね。はい、そういった時にただ論証パターンを覚えていたというのでは結局役に立ちませんのでね、ということです。はい、さあそれでは次のチャプターへと移ることにしましょう。次のチャプターはチャプター6になります。はい、チャプター6はですね、規制犯の構成の外としての4として違約関係の3および主観的な要素というテーマについてになります。でテキストのページは86ページの関数字の8番ですね、86ページの関数字の8番からになります。では早速テキスト86ページ、はい、違約関係論の続きということで、不作違反の違約関係というちょっと特殊な問題意識を持っておくといいよということです。不作為における因果関係はですね、ある期待された行為が存在したならば結果発生しなかっただろうという関係みたいなのが因果関係を見ておられると。どうしてもなります。やってればよかったのにってことなんで、不作為がなければしななかっただろうなんてことを言ってみたところでね、不作為っていうのはやるべきことをやらないってことを意味するわけですから、だから不作為がなければしななかっただろうなんてことはですね、ちょっと成り立ちづらいんですね。不作為がなかったらじゃなくて、期待される救助行為をすればしなかっただろうとかね、そういうふうに考えるしかないんです。はい、だからまあ条件関係ってことで二段構えでいく考え方に立った場合にはですね、ちょっと条件関係の公式をそのまま使えないってことは分かっておいてくれっていうのが括弧2番の黄色塗りつぶし青文字部分ですね。でそれよりもまあ判例でも話題になったものとして、因果関係の証明の程度論、そういったものをまあ注意しておくべきだということになります。で、自然科学の証明と異なるのは当然なんであって、これは、刑法における因果関係にせよ、あるいは、起訴状に書いてある被告人と、それから犯人とが同一人物だということにせよ、いずれにしても刑事法における証明の議論というのは自然科学の証明とは違う。このことは当然の前提にしておいてください。で、それは当然なんだけども、特に不作為においてはという問題意識を頭の中に入れておくよってことですね。で、なぜならば不作為違反の場合にはですね、家庭的事実を入れ込んだ判断なんですね、ということです。だから家庭的な事実をもとに見ていきますのでですね、存在していた事実をもとに証明活動をするってことに比べると、もともとちょっと曖昧さが入りやすくなるものだっていう特殊性があるんですね。そこでいかなる程度の立証があれば不作為の違約関係を認められるかということが、まあ、ことさら話題になることがありますということです。87ページの筋道は判例と書いてあります。それはアドバンスに上がっているこれです。採決で事案はってことですが、覚醒剤の注射によって、錯乱状態になって13歳の少女をホテルの客室に放置したところを死んじゃったってことですね。で放置しないで、救急医療措置を施していればってことですね。で、同女が年若く当時13年だった。生命力が旺盛で特段の疾病がなかったことなどから十中八九同女の救命が可能であったということが証拠上認められるということでありますよね。よいしょうか。
はい、そうと道場の旧名はここのところも、まあ、実は青文字ゴジックなんですが、ちょっとデータ上直ってなかったですね。ゴジックですね。はい、そして青文字ですね。ごめんなさいね、画面上いじっててね。はい、ここも青文字ゴジックで、まあ、皆さんのテキストはすでに直ってるはずです。十中八九道場の究明が可能だと。そのことは道場の究明は合理的な疑いを超える程度に確実でやったということなんですね。で、まあこれそうするとって言葉からすると、合理的な疑いを超える程度に確実であるっていうのが規範なんだね。その規範を認めるための証明としては、十中八九道場の究明が可能だという十中八九というですね、刑法の世界についてはやや情緒的な表現を取ってるんですよ。それで非常に有名になっている三番例なんです。まあそれを生かしてっていうのがすり道ですね。はい、そもそも作品と異なり、期待された行為という現実には存在しないものを言える。で、このような場合には、100% 確実に欠陥を防止できたことの立証要求、これは無理だと。最も刑法の事法証拠の調和が必要だと。そこで、確実に欠陥を防止するときまでの証明は不要であるけれども、十中八九欠陥防止が可能であったことの立証が必要であると。ここまでの証明ができていれば、合理的な疑いを超える程度に確実性を証明したことになるよというふうに考えていいという議論ですね。はい、次の第4巻はですね、これはあの発展マーク囲いなのでパスします。次に構成要件該当性の最後に主観的構成要件要素というものがあります。で、今までも話題になった通貨偽造罪の行使の目的とかですね、そういったものがいろいろとあったはずであります。ここではそういった概念というものをね、覚えてください。その前提として、故意とかいうものは主観的構成要件要素ではないというのが本書の立場、柔らかい構成要件理論だということを黄色塗りつぶしで確認してもらいます。で、目的犯の目的エグザンプルね、それから刑法犯と言われているものがあって、これはエグザンプルを同時に覚えちゃうべきです。これはね、強制わいせつ罪じゃなくてただの強要罪ですよっていう有名な裁判例です。古い裁判例ですけどもね、ここから刑法犯という概念が生まれたと言ってもいいぐらいです。次に表現犯ってやつですね。頭の中身を表現して初めて虚偽の陳述になるという偽証罪という特別な犯罪があります。これは記憶に反することを述べることが改革後虚偽の陳述だという主観説っていうのが偽証罪のところでの判例通説になっておりまして、これに立つとですね、改革後虚偽の陳述があったかどうかを判断するために陳述当時の行為者の頭の中身と照らし合わせなきゃいけないという主観的な構成要件要素を検討することになるんですね、と。そういう具合でありますね。なら表現犯、刑法犯、目的犯っていう言葉の意味をですね、言葉で言い換えらなくていいから、話題となった典型犯罪例、それでちゃんと覚えておいてくださいという場所になります。どうでしょうか。はい、まあ刑法は理屈っぽい、しかし自説ともの固める、そのためにはですね、あらゆるものをしっかりと理解する必要はない。だけども理屈っぽいだけにですね、単等式で考える問題の素材も比較的出しやすい、だから自説だけしっかりと書けるようになっていればいいんだっていうわけにはいかない、まあ、その辺がね、憲法の時と違ってちょっと初回においては戸惑いを覚えるところかもしれませんが、まあ第2回目以降だん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 馴染んでいってください。はい、それでは今回以上で終わります。どうもお疲れ様です。